Thank you.
改めましてタックでございます。本日は会場そして配信をご覧の皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。昨今若者の流行りのスピードは昨今若者の流行り廃りのスピードは加速を増すばかり。しかしその中でも変わることがなく多くの民衆から親しまれてきたもの、それこそが怪談なのです。なぜ終わることがなく続いているのか。その最大の理由は存在しているかもしれないというところにあるでしょう。そして今夜の選ばれし11名はさらにその存在を身近に感じさせてくれるでしょう。本日会場全体念入りに準備してまいりましたが、すでに紛れ込んでるかもしれません。何かトラブルがありましたらすぐ手を挙げスタッフまでお知らせください。そして配信をご覧の皆様、今一度戸締まり確認そしてお手洗いを済ませることを強くお勧めします。今夜日本一が決定します。皆様こんばんは。本日の T1 グランプリ進行を務めます登坂淳一です。最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 T1 グランプリ消去覚悟の怪談大会は怪談大会史上最高額の賞金300万円、今宵最も怖い話を披露した人の優勝です。ではルールをご説明します。まず今回の参加者11名で初戦を行います。この後ご紹介する審査員の方々と会場そしてご覧の視聴者の皆様の投票で上位3名を決定いたします。審査員6名の持ち点それぞれ100点、会場視聴者の皆さんの持ち点が100点、合計700点満点、そして採点を行い得点の上位3名が決勝進出となります。初戦の会談の時間4分、これを過ぎますと減点の対象となることがございます。会場視聴者の方はご自身の端末から投票フォームにアクセスいただき投票をお願いいたします。詳しい注意事項はこの配信の概要欄をご覧ください。本大会の審査基準は怖さ1点のみです。視聴者の皆さんの点数は怖いか怖くないか、その投票のパーセントが点数になります。全員の発表が終わった後最後に得点上位3名を発表いたします。そしてその3名決勝は勝ち残った3名で最も怖い話をした方に投票、そしてその票が一番多かった方が優勝、仮に票が同票であった場合はこの初戦の点数の高かった方が優勝となります。ではここで本日の豪華ゲスト審査員の皆様ご紹介いたします。都市伝説&ミステリー系 YouTuber 直木マンショーさんです。皆さんこんにちは、直木マンです、よろしくお願いします。そうですね、ちょっとこういったイベントが僕初めてでちょっと緊張してるんですけど、あとまあ怪談っていうとね、都市伝説陰謀論普段は語ってるんですけど、ちょっとね怪談が意外と初心者なので、今日はちょっと一般的な目線で純粋に怖いと思ったものをね、評価して採点していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてはこちらの方です。元芸人という経歴を持つ怪談師国沢一生さんです。お願いいたします。ありがとうございます。ちょっとですね、こんだけこう間近で怪談を聞くっていうのは僕初めてなので、すごい楽しみにしておりますので、
多分皆さん緊張してると思いますが、本来の力を発揮してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いての審査員はこの方、業界屈指の怪談都市伝説マニアであり開運手相も大好き、島田秀平さんです。うちゃ、本当にやっと開幕ということですごい楽しみにしています。本当に、ね、皆さん、ご覧の通りもう夢のメンバーが揃っていましてね、すごい大会だなという、まあ、特に今回僕楽しみにしているのが、山本、大谷、ダルビッシュ、 WBC やヌートバー今やってますね。ヌートバーこの人めっちゃボケるやん言いましたよね、あんまり笑いの空気はなしでって言いましたよね、うん、だとしたら言わせていただきたいんですけども、何ですか、なんで俺だけタキシードなんだよ。知らねえ一番真面目、お願いいたします。よろしくお願いいたします。続いての審査員は七不思議のお二人です。お願いします。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。今日はですね、本当は今日来る予定だった相方の桃の分も僕は頑張りに、そうね、頑張っていこうかなと思ってますんでそうですね、今日は僕は人が死ぬ話がたくさん聞けるということで来ました。やめろえ、はい、絶好調です。よろしくお願いしますいつも通りです。頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そして今回の主催兼審査委員長はこの方、心霊都市伝説をはじめニュースやネットの話題までさまざまなテーマの動画を配信するラジオ系 YouTuber タックーさんです。よろしくお願いします。で、まあ、はい、ようやくこの日が来たかと、うん、まあ、まだ先だまだ先だと思ってたらもうあっという間でして、うん、まあ、今日開催できたことを嬉しく思います。あと、まあ、さっきちょっと噛んでから体調がちょっと悪いんですけどこの会場一応お祓いってしてます？ちょっとここからどうなるかわからないんですけども、今日は聞く側ですので、うん、すごい楽しみの気持ちのが多いというところです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますさあ、という豪華な審査員の皆さんに審査、そして会場にお集まりの皆様、そして配信をご覧の皆様に審査をしていただきます。さあ、というわけで皆さんありがとうございます。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。すごい、なかなかですね、この空気感は。いや、もうただならぬ緊張感がこちら漂ってますよね。本当ですね。あなたですよ、本当に。あ、僕ですよ、ね、やる前からね、本当に今回すごいね、やっぱりこう時間とお金もかけてっていうことで、決意がすごいんですけど、はい、ドア玉、ね、ちょっとなんかやらかしてましたよね。ほんまよ、早かったですね、噛むの、うん、あそこ4ヶ月ぐらい練習したんです冒頭でしたもんね、はい、でも僕以上におそらくここでお話しされる方の方が緊張してると思いますし、ね、はい、ここの気持ちは僕が多分一番よく分かってると思いますんで、はい、え、いや、いいじゃない緊張、言いましたよ。コンセプト守ってんの登坂さんだけよ、ね、そうそう、ありがとうございます登坂さん。とんでもないですいマジでさ、格好ラフすぎない？みんな本当にそうです、ね、めちゃめちゃ俺今恥ずかしいんだけどいや、それも私もですね、どういう格好していいか分かんなかったので、こんな風になっちゃいました。ですよね、はいはい、こういうね、もう格式高い大会なので、はい、まあ、それなりの格好と思ってましたけども、ね、はい、楽屋で着替えてる時に全員が半笑いっていうね、僕に対して。いや、誰が言っていいのか分からなかったですもんね、ちょっとなんか。いや、本当にね、うん、バチェラーに憧れてるのかなと思います、ね、まあまあね、顔はバチェラーみたいな顔してますけどもちょっと甘噛みしました今直樹マンさん、はい、直樹マンさん、こういうイベントなんか初めてらしいですね、はい、僕初めてなんですよ。なので、この独特な雰囲気がすごいなと思いまして、うん、なんかちょっとアドバイスあれば、島田さん。まさかの球が返ってきたのだろうですね。早かったですね。ただ本当に今回まあ、実は審査員一同感動してまして、やっぱりね、今怪談って昨今ブームではね、うん、あるんですけども、やっぱりその視聴者層というのが、はい、ちょっとこう若干高めになってきている中で、やっぱり若い世代の方にも怪談を親しんでいただきたいというところで、こう直樹マンさんね、ご存知と思いますけども、タックさんね含め、やっぱりこう今若い人はこう長い時間見られないんだっていう、そんな中でやっぱりこう短い切れ味のいい怪談というものが今の若者に受けていくから、それが結果怪談の未来につながるんだっていう強い信念を聞いたときに本当に感動して、もう真っ直ぐにこの審査やらせてくれってことに今回言わせていただきましたね。そうか、
4分ですもんね、4分間。普通の階段は大体10分から15分とか。なるほど、そうですね、はい、やっぱり長いのが多かったりはするんですけど、まあ、4分でどこまで、うん、この会場を震え上がらせることができるのか、そこもちょっと皆さんご注目してご覧くださいと思います。はい、ね、楽しみですよね。メンバーがすごいですもんね。本当ですね、はい、どうですかノブさんは。そうですね、まあ、言うても結構長いことやらせてもらってるんで、はい、いろんな大会とか、うん、イベントとか見させていただいたんですけど、こんだけいろいろなジャンルのメンバーが揃ってるっていうのが、まあ、なかったんで、うん、もう本当に一視聴者として、審査に、ちょっと加わらせていただこうかなと思ってます、うん、いやすごい楽しみにしてるのが伝わってきますね、はい、うん、ももさんどうですか。そうですね、僕自身が本当今年で45歳になりますけど、本当ちっちゃい頃から怪談というのが大好きで、うん、もうそれ慣れ親しんだものでしたけれども、はい、その中でこの今日この、まあ、賞金の金額とかもそうですけど、はい、4分で1位を決めるっていうのが、うん、すごくやっぱ斬新という感じがするというか、はい、だから単純に僕はこういろいろ選ぶ中でもちろん怖いっていうこととともに、今日自分がお風呂場でシャンプーした時に思い出す人の話を多分いい点数とかつけようかなとか、自分でそういう基準にしようと思ってます。あ、なるほど、はい、そうか、審査の基準というのもそれぞれの、ね、審査員の方、うん、あるんじゃないかと思いますけどね、はい、そのあたり。そして会場の皆さんも、そして配信をご覧の皆さんも、でもさっき申し上げましたよね、怖いという一点で基準はそこでやっていただきたいと思います、うん、さあそれではお待たせいたしました、初戦をさせていただきます。いよいよ、やばい、まず始まる前に初戦の投票方法をご説明いたします。審査員の皆様、お手元の端末そこからお願いいたします。そして会場視聴者の皆様は、画面上のルールをよくお読みいただきまして、ウェブサイトから審査をするボタンを押していただき、投票をお願いいたします。投票時間は階段披露後2分間です。私の方で何時何分までというふうにご案内して始めてくださいというふうに申し上げましたら、投票をお願いいたします。それでは初戦を始めさせていただきます。植松壮さん、お願いいたします。僕普段高校の体育の先生をしているんですけども、知り合いの体育科の小林先生から聞かせていただいたお話になります。小林先生、以前働いていた高校が新築の校舎でピッカピカで綺麗で広くて、もうここ最高だよ、天国だよ、もうずっとここにいたい、そんなことを言っていたんですが、半年ほど経ったあたりから小林先生が見るその新築の校舎、少し雰囲気がおかしくなってきたっていうんです。ある肌寒い日の夕方、生徒たちは全員下校しました。その後に薄暗くなったグラウンドで、小林先生一人でポツンと後片付けをしていたんです。そのグラウンドから見るきれいな新築の校舎、4階建てなんですけども、その4階の一番右の教室の大きい窓、そこからさらに右側に何やら小さい窓が見えるっていうんです。あれ、あんなところに部屋なんてあったかな。しかも新築の校舎なのに、その窓薄汚れていてボロッボロのカーテンが下げられているんです。よく見ていると、その窓の奥からスーッと人影が見えてきました。その姿、防災頭巾をぐーっと深くかぶって、どう見ても戦時中のような、そんな少女だったそうなんです。見るからに10歳にも満たない少女だったと。その少女がスーッと窓の方に寄ってきて、カラ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 、窓を開けるとその窓から乗り出そうとしてるんですって。おい、4階だよ、危ないよ、小林先生そう叫ぶんですけども、その少女には聞こえていない。その少女さらにまた身を乗り出して、今度は校舎の外の壁を掴んでゆっくりと降りてこようとしてるんですって。
ゆっくりゆっくり降りてくる。しかし怖すぎて怖すぎて動けなくなってしまった小林先生。しかしゆっくりとその少女は降りてくる。3階、2階、1階。地上に着いた頃に小林先生と目を合わせることもなく、そのままゆらーりゆらーり学校から出ていくんですって。わけはわからないんですが、なんとなくついていかなきゃ、そう思って小林先生ちょっと距離を空けてついていったんです。学校を出てからもゆらーりゆらーりその少女は歩いていく。50メートルほど行ったところに川が流れていて、そこに橋がかかっているんです。通称貝割れ橋という橋なんですけども、その貝割れ橋の中腹あたりに来たときに少女ピタッと止まって、おもむろに首だけが180度ぐーっと曲がってきたそうなんです。するとその小林先生と目が合ってしまった。その瞬間少女の口がバカッと開いて、ハッ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 、そう笑いながら橋から一気に逆さまになって落ちていったそうなんです。ちょっと待てよ、その川今水流れてないよね、しかも下コンクリートだよね。慌てて橋まで行きました。そして見下ろすと少女は数メートル下のコンクリートで横たわっていました。勢いが余ってしまったからか防災頭巾を外れていて、その頭はまるでスイカのようにパックリと割れてしまって、そこからおびただしい量の血が流れていたそうなんです。やばいやばい、これどうしよう。そのまま小林先生一旦学校へ戻って、助っ人の先生を呼んで、そのまままた橋に戻ってきました。見下ろすともうそこには少女はいなかったんです。後から調べた話になるんですが、年月が経ってその橋貝割れ橋と呼ばれるようになったそうなんですが、さらに昔戦後間もない頃は地元の人も訳が分かんなかったんですが、なんでか勝ち割れ橋って呼ばれてたんだよね。そんなお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。上松壮さん、ありがとうございました。それでは皆様お手元に端末の準備をお願いいたします。投票時間は18時53分までです。それでは投票開始です。お願いします。さあ、島田さんいかがでしたか。いやー、総さんトップバッターでこの空気の中見事でしたね。あの4分って本当に難しいんですよね、はい、階段ってこの前振りがあって、その後にね、こうどん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 怖くなって最後にオチがみたいな、はい、といういろんなこう感情の起伏があるんですけども、それちゃんと全部入っている。本当に4分に見事にまとめたっていう階段で、途中あの壁をねこう登ってとかっていうあたりとかもめちゃめちゃ怖かったですし、で最後その貝割れが実は勝ち割れだったっていう、だからそこのこう気持ちよさまであって、なんか本当にもうちょっとびっくりしちゃいましたね。本当ですね、はい、そういう感じは本当に素晴らしかったです。はい、タクイさんいかがでしたか。そうですね、やはり4分の中でギュッとこうストーリー性があって、うん、はい、あの笑い声のところなんかすごい僕は鳥肌が立ちまして、はい、ですごい立つとこの首ぐらいから汗が出るんですけど、はい、その感じとかもすごい僕あったので、すごい怖かったですね、はい、と、まあ、表現のであったりとか、うん、すごくいい会談聞いたなという感じです、はいはい、さあ最初の上松壮さんの審査、はい、見えませんね、その合図は。そこだとライトが反射してますね。あ、投票できない、投票ができていない方がいる。あ、ありがとうございます。投票が今できていないという、ありがとうございます、
こういう、ね、あの大会でお客さんも一緒に行ってもなかなかないので、ね、はい、ちょっとすごく新しい試みなの で、うん、そうですね、こういうことあるかもしれませんけど、はい、なんかこれも含めてちょっとそうなんですよ、ね、新時代の怪談大会って感じしますよね、はい、あの、うん、本当に皆様にも参加していただいて投票をいただくというあの方式なので、まあ、最初ですから予期せぬことが起こるんですけども、どうでしょうか、投票その後できませんか、できてませんか、あ、今できてないという方が大きく首を振ってくださってありがとうございます。電子機器影響出ますよね、こういう大会の時とかってね、まあ、あのなんかね、今回こういうことが起こったらこれ全て霊障ということで、はい、片付けちゃってください。ただその霊障分はあのポイントの方に加算はしないといただきたい、ね、そうですね、怖かったかどうかという、はい、階段だけでね採用していただきたいですけども、はい、まあ、投票ができない、はい、さあではここで投票ができないということなので、投票まだできないですか。そうなんですよね、投票会場の皆さん、はい、バツ印ありがとうございます。できてない、あ、できてない方が多いようですね。配信をご覧の皆さんはいかがでしょうか。今皆さんね、あのできないっていうこの気持ちがありますけども、あのお話の方は覚えておいていただいて、その点数の方だけね、うん、しっかり覚えておいていただいて、あとくださいね、はい、よろしくお願いいたします。いや、すみません、まあね、こういうことが、まあ、起きますからね、起きます、よく予防にしてよく起きることなので、はい、しかし、ね、どうします、もう一回来月もう一回みんなで集合します。いや、もう早くないですか。早いですよね、始まったばかりです、始まったばかりで、ちょっとなんか不穏な空気になっちゃったので、大丈夫です、大丈夫です、不穏ではあります、楽しいですね、こういう雰囲気、ネバーギブアップですから大丈夫ですよ、はい、これは今じゃあもう一度、はい、画面開いていただいてっていう感じなんですかね、うん、なんか今どのような感じに、まず全く投票が、うん、画面は開く、時間外になっている、あ、2分という時間が過ぎて時間外になっている、これは解消することはできるんでしょうか。どうだろうか、どうでしょうか、どうなんでしょうね。さあ、うん、投票するボタン自体が押せない、そして時間がもう過ぎていて投票ができない、混み合ってるとかありますか、一斉にやって、あー、サーバーが落ちた、なるほど、これだけたくさんの皆様で一気にやっちゃうんで、さすがにね、いろいろ試したけれど、ね、この400人規模はできないですもんね、うん、そうですね、なるほど、確かにそうですよね、うん、あるかもしれない、うん、さあこの場合のリカバリーの方法ってありますかね、はい、そうですね、今のところあの、うん、暗いところから伸ばせ伸ばせのサインは見えました、そうですね、はい、何か焦ってる様子が見えましたけどね、具体的なやつなくて、これ本当に一つだけ気になるのがですね、うん、はい、あの真ん中で正座してる植松壮さんが、そうなんですよね、全員から怒られてる感じ、そうなんですよね、植松さん、ここだけ、ね、そうなんです、植松さん本当に大丈夫ですか、足の後痺れてませんか、足大丈夫ですか、お楽にしていただいてもよろしければ、帽子取ってちゃんと謝るんだったらダメですよ、帽子取らないと、本当に謝らせるなよ、本当に何も悪くないんだから、本当に投票のボタンが押せない、そして時間が過ぎているというトラブル、もう一回じゃシステムというか、うん、もう一度頭から、その投票の方をやり直した方がいいという感じなんでしょうか ね、 なんかもしかしたらそれだと再設定できるかもしれないですよね、うん、まだかな、その、うん、今考えていると思います、スタッフが、まあ、一発目からすごい怪談でしたよね、うん、話すごかったですよ、めっちゃ面白かった、なんか先生ならではのそのね、同じ教師さんから聞いてとか、うん、本当ですね、オチも綺麗だし、うん、いや、あれいいっすよね、いいっすよね、うん、会話で階段のオチが綺麗っていうのはどういうあれなんですか。あ、ちょっとさ、あんま食いつくんやめてもらっていいですか。失礼しました。でもちゃんとなんかフックね、会話でとかかってて、はいはい、あ、そういうことだったんだっていう納得できるような、うんうんうん、最後スムーズ綺麗っていう感じが、そうそうそう、綺麗、投票できます、ありがとうございます、よかったよかった、 OK ですね、皆さんよかったよかった、配信をご覧の皆さんは投票はどうでしょうか、はい、できてますでしょうか、会場が一斉にもこう丸ってね、そうですね、うん、はい、ありがとうございます、CM みたいな感じになってましたもんね、はい、ありがとうございます、丸ってやってましたよね、皆さん今 ね、皆さんでは、50、はい、そこだとね、あのライトが半分かぶって見えないです、ありがとうございます、59分まで、はい、どうもありがとうございます、はい、59分までです、はい、はい、すみません、皆さんよろしくお願いします、すみません、皆様ありがとうございます、これ2分って伸ばせないのかね、本当ですね、はい、はいはい、どうされましたか、はい、どちらでしょうか、お手を挙げていただいて、あれ、誰も喋ってないですか、あれ、怖っ、誰かすみませんとおっしゃいませんでした、消えてない人がいる、できてない人がいる、まだ、今できた方とまだできていない方がいるんですけど、まだ投票ができていないという会場の皆さん、すいませんが、手を挙げてお知らせいただけ、あ、結構まだいらっしゃいますね、はい、はい、症状といいますか、投票できる感じにはなっているんでしょうか、
サイトに入れない。サーバーだ。サーバーがやっぱりきつくなってるんですかね。サーバーですか。なるほど。サーバーじゃない。サーバーではない。押せない。あ、すいません。何のボタンが。あ、投票するというボタンが押せない。もう一回入り直したりしてもダメそうですか。一度アウトしていただいて入り直すというのでトライして、ちょっと時間を置いたら入れる。ありがとうございます。聞こえました。大変助かります。アドバイスがなんか、ええ、みんなで作ってる感じがすごいですね。これいいですよね。これトラブルが起きると本当に。タックさん、これ今、毎回これ投票時間って2分じゃないですか。はい、そうですね。で、何点にしようかな、どうしようかなって言って開いてって言って、2分ってもしかしたらちょっと急がなきゃいけないから、はい、これライブの予定あるかもしれないんだけど、例えば3分とかに今からできるんですか。そうですね、少し投票でもし人が多くて入れてないっていうことであれば、ちょっと3分であったりとか、あとはちょっと投票の視聴者の方の投票を一応 YouTube 上のアンケート機能っていうのがあるんですけど、そことこのパーセンテージの出し方っていうのが同じなので、もしですね、ちょっと申し訳ございません、あの人数の方が多くてあのサーバーが重たいっていう状態であれば、ちょっと YouTube の方にあの切り替えて投票する策はちょっと考えてます。なるほど。はい、こちらはちょっとまたお知らせします。やりながらね。はい、確かに確かに。そうですよ ね、まあ、多分こういう時にいくつかまたなんかね、なんとかする方法は生まれてくるはずなの で、 そ、 うですよ、ね、それに変えたとしても結果は変わらないんだもんね、うん、変わらないです、はい、そうですよ ね、 いいですね、はい、どうでしょうか。会場の皆様で投票がまだという方はうまくいって、あ、まだ、まだ時間外が出ている。一度アウトしていただいて、もう一度ということをやっても時間外が出るということは59分を今過ぎたということ。なるほどね。もうだから最悪これオンエアバトルみたいに玉転がってくる形でもいいと。ゴルフボール懐かしい、懐かしい、懐かしいですね。今から用意して用意して総さんにバジェット持ってもらって、オンエアバトルご存知の方が結構いるのかどうかということがありますけれども、戸坂さんはね NHK で、はい、あ、そうそうですね、はい、先輩がやってました。はい、あなたたちですって言ってました、懐かしいです、ね、うん、僕らも最後に言わされましたからね。言いましたね。負けると、ね、敗者コメントさせられるんですよ、はい、そうでしたよね。そう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 、敗者コメントでボケるとめっちゃ怒られるんですよ。そうなんですか、そこいりませんみたいな。すごい怒られてるんですよ、すごい、はい、僕あなたたちですって言ってた初代の先輩がその後伊藤さん、伊藤おすひこさん、はい、でその後大阪に転勤してきて、あの人生中継もすごく得意でいろいろ教えてくれるんですけど、あの人ほらいちいち派手じゃないですか。そうですね、決める。でそれを同じように指導してくださるんですよ、はい、キャラが違うからできないんですよ決まらないんですよ、そういうことが多々ありまして、まあ、戸坂さん貴公子ですからね。いやいや違うんですよ、僕なんか下手くそで不器用だったんで、それで伊藤さんもこうやってやるんだあなたたちですみたいな感じの雰囲気でやってました、はい、本当に、ね、熱い方でしたもんね、懐かしい。そうですね、はい、もうそろそろ定年じゃないかと思いますけどね。あ、はい、そうですか、さあ、あ、申し訳ありません。もうちょっとですよ。すみません。シーケンス早友さん。今出方がマジで今幽霊だった。そうです。なんか今すみません、まだですかっていう。すみません、袖からなんか。ごめん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 。申し訳ないです。すみません。もう少々お待ちください。今本当に足が宙に浮いてるんじゃないかというぐらい見えましたんで。いや、そうなんですよ、ね。すごくびっくりしました、ね。申し訳ないです。本当に驚い。はい、そして上松さんの足がそろそろ限界です。限界です。上松さん、もしあれでしたら崩しちゃっていい、崩していただいて、はい、崩してもらって、はい、やっぱ先生だから、はい、あ、そうか、人前で足は崩せないっていうね。そうか、終わった後一言も喋ったらあかんってルール当たってる。いいんですか、ね、いや、多分真面目 で、 そうですよ、ね、みんな同じ基準で採点してもらわなきゃって中で、うん、今ここで話したり、そうですよ、ね、笑いを取ると、うん、それがプラスに働いちゃうからってことで、かなり多分今、うん、そうですよね、何も話さない、うん、ってすごい、そうですよね、人格者だね。人格者イコール、ね、早友くん出てきてもうてるしでも気持ちもわかりますよ、みんなの気持ちね。でも結果みんなが盛り上げようとしてる、うん、いいです、素晴らしいですね。どうでしょうか、会場の皆様、まだ投票がうまくいかないという方は、あ、いらっしゃいますよね、はい、大丈夫です。だ、早友がこれで笑いを取ったってことで、次のガンジーがより緊張してますからね、今ね、裏で確かに、ええ、本当に今回出場者の方たちのメンバーが直樹丸さん、はい、あまり階段お詳しくないって話しましたけど、いや、そうなんですよ、僕なのでほとんど、すみません、知らなくて、うん、まあ、だからこそその一般的な、その純粋に怖いと思ったものに投票しようかなと思ってるんですよね、うん、はい、忖度とかあまり好きじゃないので、やっぱ、うん、そうなんですよ、そこはちょっとシビアに行こうかなと思ってます。絶対やらせがないっていうね、そうで
ですね。本当にそうなんです。直樹マンはあの僕と動画も先日撮影させていただいたんですけど、意外とこう柔らかいように見えて、結構ズバッと言うことは言うというか、そうですね、はい、フレンドリーなんですけど、はい、やっぱちゃんとお仕事にはね、あの真面目にしようかなって、はい、すごく切れ味が良くて、はい、そうですね、素晴らしいコメント。本番前、僕今日実はあの衣装3パターン持ってきてね、あのこれとスーツと、あとね、あの上下のなんかジャケットみたいなの持ってて、はいはい、直樹マンさんにスーツ貸しましょうかって言ったら、直樹マンさん何て言いましたっけ。いや、いらないです。俺スーツ着ないんでっていう、はいはい、そうか、スーツはもう必要ないと。そうですね、一応このキャップとこのメガネとこのパーカーっていうのが一応多分僕のイメージなので、皆さん持たれてる、これで行こうかなと思いまして、はい、いや、そんな時に僕がスーツ貸しましょうかっていう、ね、ああちょっとそっかそっか、でも良かれと思って言ったんですもんね。そうですね、僕だけちょっとカチッとしたのを何としても避けたかったってことなんですけどね。良かったですね、私が来て。ありがとうございます。どうでしょうか、皆様。その後、症状ではない。まだですね。まだですって。まだ。うん、まだですね。まだ、はい、まだ。YouTube の投票が出てる。これはでも、なかなか。コメント欄に投票が出てる。コメント欄に投票。星座が一回、皆さんどうします、寝ます。いやね。投票終わった方、一回寝ます、ね。あの皆さん寝ていただいて、終わったら僕が起こしに行きます、はい、なんかでも寝るのもちょっとドキドキしますよね、この雰囲気ですと。さすが主催者、起こしに行ってくれる。起こしに行って起こしに行く。YouTube アンケート、あ、なるほど、あ、なるほど、 YouTube アンケートの方から、あ、さっきあのタックさんが話してくださったようなこのやり方が有効だということなので、配信をご覧の皆様は、次のシークエンス早友さんからそのように投票の方をお願いします、うん、あと会場の皆さんもそうということなのかな、うん、そうですね、はい、あの皆さん申し訳ございません、うん、あの、はい、投票フォームだったのがですね、今 YouTube 上でも同時に生配信されてまして、そちらの方でアンケート機能といいまして、2つの項目でパーセンテージが出る、選べるものがあるんですが、そこであの YouTube の方で、質問が来ますので、そこで、どれの質問になるんですかね、おそらく怖かったイエスノーで来るんですかね、うんうんうん、はい、でそこに投票していただければなと思います、うんうんうん、なるほど、いかがですか、どうですか、皆様大丈夫そうですか。あ、うなずいてる方がいらっしゃいますけど、できたかな、いやまだ、いや分からんという方はあのぜひ手を挙げていただければ大丈夫でしょうか。大丈夫、OK、2階の方は2階の方 OK ですね、ちょっとライトが OK ですね、OK 出ました、大丈夫ですか。はい、OK みたいです。あ、そうですか。19時8分、はい、ここまでに投票をいただくということで、大変皆様お手数をおかけしますが、7時8分までに投票をお願いいたします。で、アンケート機能の方は YouTube を開いて、アンケート機能は YouTube を開き、そして手順は YouTube、あ、ちょっとできてますか、皆様大丈夫ですか。うなずいていらっしゃる、もし分からないという方が どうやってやんだということでしたら、あの手を挙げていただければ。配信をご覧の皆様はいかがでしょうか、無事に投票は進んでいますでしょうか。すごいですね、あの今 YouTube の方を開いたらコメント欄の方で、あのアンケートの方がやりやすいですとコメントも多いんですけども、はい、それと同じぐらい、はい、ソウさん正座頑張ってというコメント、そうですよね、あとあの戸坂さんの安定感半端ないとコメント、あ、もうあの私あの緊急報道ばっかりやってきました21年、はい、もういろんな予期せぬことが起こる予期せぬことが起きた時に、まあ、それこそがライブなのでそこでどうするかという、今もまさに全く動じてないですもん。そうですね、あまりあの、いや、これがあの、いや、とても怖い話をしているので、もしかしたら命に関わるのかと思うとですね、緊張するんですけども、まあでも、投票を速やかに進めていただきたいので、あ、すいません、暗くなりました。いや安定感失いましたね。すいません、なんか余計なことを言おうとすると、ブレてしまうんで、はい、もう喋ることなさそうですね。もうだから出方が毎回お化けなんだ。なぜ2人、吉本新喜劇か。やめやめ、みんな帰った。そうすると3人での争いということになりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもあの投票の方が順調に進んでるような感じがすごい。例
当に大丈夫ですよね。いや大丈夫だと、会場の皆さんも大丈夫ですよね。大丈夫ですか、会場の皆様はよろしいですか、うん、はい、大丈夫ですか、うんうんうん、まだ大変だっていう、投票できないという方は いない感じですね。大丈夫ですかね、いらっしゃらない。さあ、熟者中なったのかな。もうあと1分ぐらいですかね。あと15秒ぐらいです、ね、15秒ぐらいですか。なりました。あ、15秒早すぎました、すみません。5秒です、すみません、はい、もう終わりましたか。はいはい、それでは現時点で皆様投票を締め切らせていただきます、いろいろ不手際がございました、大変申し訳ございません。ご協力ありがとうございました。植松壮さん、ありがとうございました。永井誠さん、それではシークエンス早友さん、お願いいたします。はい、改めましてシークエンス早友と申します。僕はですね、霊視芸人、まあ、霊が見える芸人としてテレビとか YouTube とかで活動をさせていただいているのですが、今日はですね、僕が一番喋りたくない話をしようかなというふうに思います。僕は小学校の4年生の時にですね、友達家族と僕の家族とで千葉の外房の海まで行こうよってなったんですよ。友達家族はご両親と娘さん1人、まあ、マナちゃん、仮名ですけどマナちゃんというふうにしておきましょう。でうちは両親と僕の3人合わせて6人で海行きましょう。でいざ行って着きました。親は親で、まあ、喋るじゃないですか、海岸とかで。で僕は子供同士、マナちゃんと一緒に浅瀬で遊んだりとか砂場で遊んだりとかしてたわけですよ。であるタイミングでマナちゃんがいなくなったんですよね。でバーッと走って戻ってきて、どうしたのって言ったら、お友達ができた。あ、そうなんだ、紹介してよ。うん、って引っ張ってもらって連れてってもらったんですが、誰もいないんですよ。いないじゃん。でもいたんだよ本当に。あ、そう。また戻ってきて遊んでたら、見つけた、さっきの子いた。分かった、じゃあ連れてって。行くんですけど誰もいないんですよ。いないじゃんよ。いたもん、本当にいたんだよ。このやり取りをその日何回も何回もやったんですけど、結局どのタイミングでもそのお友達っていうのはいなかったんですね。でマナちゃんちょっといじけちゃって、日も暮れてきて、じゃあ宿に泊まろうかと、一泊二日の旅行だったん で宿って言っても海の家みたいな宿なんですよ。民宿ですね。海がバーッと見えて、2階が和室2つあって、襖1つ挟んで、隣がマナちゃん家族、こっちが僕家族っていう。で食事も終わって、じゃあ寝ましょうか、電気消しました。でも旅行で気分が高揚してるから寝れないわけですよ。何時かなって時計見ながら、うわもうこんな遅い時間だとか思ってたら、襖の向こうからですね、来たって声が聞こえて、ダダ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 ダってその民宿を出ていく音が聞こえたんです。今のマナちゃんだよな。その来たの声でうちの親父とおふくろも起きて、みんなで追いかけたんです、走って。そしたら砂浜越えて、ずん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 沖の方までマナちゃんが海入ってっちゃってたんですよ。何やってんだって言って、親父と一緒に追いかけていって、マナちゃんしっかって掴んで、何やってんだ、あそこにいるの、今日いる昼間の友達があそこにいるの、いないって、お前何言ってんだ、あそこにいるの、あそこに本当に友達がいるの、いないって、お前何もいねえじゃねえかよ。本当は水面に真っ黒な女の子が立ってて手招きしてるんですよ、こっちに向かって。それを俺と親父は見えてるんです。だけどこれいるって言っちゃダメだと思って、いないから、何もいないから、あそこにいるの、いない、本当にいないから信じろ。ガーッとなんとか砂浜まで連れてって、お母さんに渡して、でマナちゃん泣き崩れて、いるのに、あそこにいるのにって。よかった、これ引きずられる、持ってかれちゃうところだった。あれ、マナちゃんのお父さんは。うちの両親と僕とマナちゃんのお母さん、そしてマナちゃんはいたんですけど、お父さんがいなかったんですよ。気がつかなかったのかな、宿で寝てんのかもしんないね。次の日、マナちゃんのお父さんが水死体で海の中から発見されたんですよ。その見つかった遺体が沈んでいた位置っていうのが、真っ黒い女の子が立っていたあたりのちょうど真下だった。どこかのタイミングで娘に何かが取り付いたことに気がついたのかもしれない。おそらく娘を守ろうと思って身代わりになったのかもしれない。この話は、お父さんを救うことができなかったっていう辛い思い出なので、僕の中では人生最強の話なんですけれども、あまりしてこなかったお話なんですが、今日話させていただきました。どうもありがとうございました。
シークエンス早友さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれから投票に移ります。では19時15分まで投票です。では皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もしまた投票できないというようなことがございましたら、ね、お声掛けください。さっきねちょっと出てきて×印が出てる。大丈夫ですか？できない人いました？どうしよう、僕そっち行きましょうか大丈夫ですか、ね、皆さんさっきちょっと出てきて会場を沸かせたというところも加点していいんですよ。それはないですよ。ダメですよ。それは違いますよ。ちょっと違いますね。でも助かりました。ありがとうございました、ありがとうございます。本当にありがとうございます。怖くないとかだけじゃなくて全然みんなありがとうって。どうですか皆様、大丈夫ですか？投票の方は順調ですか？入れていいですからね、はい、配信をご覧の皆様どうですか？審査員の皆様も順調に、はい、投票は大丈夫ですか、はいはい、もしうまくいかないと、投票がうまくいっていないという方がいたらまたお知らせください。さあね、シークエンス早友さんの直樹さん、はい、どうでしたか？そうですね、早友さん僕仲良しなんですけど、すみません、ちょっとあのね口が悪いってあれなんですけど、なんか胸くそ悪い話っていうか、すみません、口が悪いですね。なんだ君、非常にちょっとね、友達だからって何でも言っていいわけじゃないよ本当に。怖かったでしょ？でも怖かったです、ね、あのざわざわするような、うん、あのイマジネリーフレンドっていうんですかね、うん、なんかあの、うん、子供がよく小さい頃になんかいるんだよって言って、うん、でも実際はいないのに、でこういったでもオチの話初めて聞いたので、ちょっと本当ゾッとしましたね、あの水死体って言葉が出た瞬間は、はいはい、ありがとうございます。怖かったです。いや本当ですよね。あのノブさんいかが、あ、はい、ノブさん今、はい、あ、大丈夫ですか？やっぱり早友君見えるタイプの方なんで、うん、はい、見える方ならではのなんか恐怖までの最短距離が短くて、うん、はい、なんかこう4分でこう決められた中できっちりとなんていうんですか、まあ、真ん中に恐怖あって、うん、で最後に恐怖あってみたいな、うん、こううまく散りばめられてたので、うん、僕はすごく良かったですね。いや、皆様基準は怖かったか怖くなかったかの一点でございますが、うん、はい、怖かったでしょ。小声で投票を誘導しないようにお願いいたします。皆様あの、うまくいっていないという方は会場の皆様でいらっしゃいますか？大丈夫でしょうか？うまくいってない人いる、はい、あ、まだちょっとうまくいっていないという方がいらっしゃいますね、はい、もう少々。じゃあちょっとすみません、デブなもんで星座がねちょっときつい。何デブなもんで星座が、はい、あ、星座が星座がちょっときつくてえ、どうで、占いバチェラーさん的にはどうでした？占いバチェラーって何？何占いバチェラーですか？めっちゃ受けてる自分で言うて、はい、得点した後でよかったな本当にそうです、ね、想像の5倍ぐらい振り向いたら怒ってたんで意味が分かんないの占いバチェラーって。さあ会場の皆様で、うまくいっていないという方がいましたけど、皆様投票は大丈夫でしょうか？あ、大丈夫そうですね。あのまだできていないという方はいらっしゃらないですかね、はい。さあということで、では現時点で投票を締め切りとさせていただきます。シークエンス早友さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてガンジー横須賀さん、お願いします。どうも、ガンジ横須賀と申します。これはですね、私が東京に上京してきて、まあ、一番怖かったちょっと実体験なんですよね。今から話させていただきたいんですけども、今から10年ぐらい前なんですが、中野の方でとあるお笑いライブがあったんですよ。それに出ないといけなくて、中野駅の南口を降りてですね、南に下っていったんですね。すると途中に中野の御茶路っていう結構大きめの交差点があるんですよ。そこ渡らないといけないんですね。で信号機が青になったんで僕渡ってったんですよ、こう。でそしたら真ん中の方に中年の女性らしき人がですね座ってるんですよね。でなんだろうなと気にはなってたんですけど、みんな素通りしていくんですよ。僕は気になってそれをそばに寄ってったんですよね。大丈夫ですかって聞いたら、うーっつってその中年の女性はうなってるんですよ。体調大丈夫ですかで下の方見たら、その女性ね、
野ぐそしてたんですよ。中野小猿の真ん中で野ぐそしてたんですよ。あんた何やってんだ。そしたら向こうが、あなた保険に入ってるって言うんですよね。ん？耳を疑ったんですよ。え、どういう状況なのかなと思ったら、その女性が名刺渡してきたんですよね。で見たら、どうやら保険の外交員やってるんですよ。と思って、あなたいくつって聞くんですよ。いやもう30です。じゃあもう保険に払わないとダメよ、もうお金の方大変よ、なんつってこう言ってる間に信号機が青から赤に変わろうとしてですね、おお、ちょっとあんたもう早く行かないとやばいよって言ったら、その女性がスッと立ち上がって、あなたの燃える手で私を抱きしめてみたいな、美輪明宏バージョンの愛の賛歌を歌い始めたんですよ。なんだこの状況はと思って、もあまりにもかくて、そのままライブ会場にふわーって逃げていったんですよね。でそんなことがあって、ライブが終わって家に帰っていったんですよ。でさあもう寝ようかなと思ったら、あの昼間見たあの愛の賛歌こだましてなかなか寝れないんですよね。もうそのまま朝になって、分かった、もう保険に入ろうと思ったんです私。でその名刺を見てですね、電話番号かけたら、そんな女性働いてないって言うんですよね。と思って、もうこんな女性見たこともない。この女性おそらくなんですけど、自分で勝手に保険の外交員の名刺作って営業してたんですよね。いや東京ってマジこんなことあんのかよと思ったんですけど、その数日後、その働いてるところで健康診断があったんですよ。でその結果が大腸がんの疑いがあるって、精密検査を受けないといけない。で受けたんですよ。で1日目の夜中なんですけど、寝れやしないんですよね。そしたらどこからともなく、あなたの燃える手で、嘘だろ、この間の女性の愛の賛歌が聞こえる、え、何、看護師さんと思った、私を抱きしめ、もうどんどん近づいてくるなと思ったら、耳元でなんか生温かいなんか吐息みたいなの聞こえる、おお嘘だろ、単なる風邪だよなってふっと見たら、ここにその女性がいて、ほらなって言ったんです。もうビビって、もうそのままバーって、体健康だったんでさーっと逃げて、その日はもう一日病室に帰れなかったんですよ。でナースセンターの方に次の日行ったら、そんな人は働いてないって言うんですよね。じゃあ私が見たあの人は一体幻だったのか人間だったのか、今日まで最大の謎なんですよね。愛野さんからピンポーン、以上、以上でございます。ガンジー横須賀さん、まだです。ありがとうございました。さあそれでは皆様にこれから投票していただきます。投票は19時23分まで、午後7時23分までです。ではお願いいたします。3人目の方が話し終わりましたが、皆様投票の方は順調に進んでますか。もし何かありましたらまたお知らせください。国沢さん、いかがでしたか。すごく目線、今視線がビューンってきてるのを感じました。はい、はい、いや僕こうやってガンジーさんのお話を生で聞かせてもらうの初めてだったんですけれども、はい、すごい面白くいい話だなっていう、ちゃんと怖くもあるし、うん、で中に笑えるところもいっぱい随所入ってるんで、僕はめちゃくちゃ好きな、面白いなっていう。ただその怖いと面白いの線引きめっちゃ難しいですけど、あの実際に考えたらめちゃくちゃ怖いですよね。ちゃんと考えたらめっちゃ怖いです、うん、ただあのピンポイントで、あのポイントは限定になるんですけど、加点されないのあれいやでもすごいいい話だなって思いました。ありがとうございます、はい、ちょノブさんどうでした。ノブさんの感想を聞きたいんですか。今のところ最下位です。モモさんいかがでしたか。今のところ最下位です。でもやっぱすごく、笑いっていう部分と、うん、だけどその怖さっていう部分、うん、コーナーの使い分けっていうのがまた魅力だなとは思うんですけど、うん、まあ、端的に言うと医学上キモかったです、うん、
学上、どういうことですか、その医学上。あ、すみません、ちょっとボケを掘り下げるのやめてください。すみません、ここで終わりなんです。どうでしょうか、大丈夫でしょうか、投票皆様順調に進んで、あ、ようやく軌道に乗ってきた感じがありますね、うんうん、はい、23分まででしたっけ。いや、はい、19時23分まで、あと少しかな。でもあの 仲いいから分かるんですけど、はい、普段ガンジーってこういう時ってかかっちゃうんですよ、はいはいはい、でも今日リラックスしてやれてたんで、あ、よかったんじゃないかなと思いますけど、ね、そうですか。その会場が一旦その笑いが起きた後にゾッとするってすごい技術ですよね。そうですね、はい、すごいです。では皆様、今ただいまのをもちまして投票締め切りとさせていただきます。ガンジー横須賀さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では中山浩太さん、お願いいたします。僕ね、あかんかったっていう言葉が嫌いなんですけども、まあ関西弁でダメだったっていう意味なんですけど、なぜ嫌いかっていう話です。僕は小学校5年生の時に A 君っていう親友ができたんですよね。まあ、A 君のお父さんと僕の父親が幼馴染だったっていうのもあって、まあ、すぐに仲良くなったんですけども、まあ、A 君っていうのは僕とは違って、まあ、スポーツ万能で喧嘩も強くて、まあ、僕からしたらちょっと憧れの同級生みたいな感じだったんですよね。でもまあ、A 君っていうのはまあ中学校に上がったぐらいからちょっと悪くなりだして、その頃僕些細な喧嘩をしてしまって疎遠になったんですよね。で A 君はもう高校に上がる頃にはまあすっかり不良になってしまって、僕はもう話すこともなくなったんです。ですけど A 君が二十歳になった頃に A 君の家族に相次いで不幸が続いたんですよね。 A 君のご家族が何人も亡くなったんですよ。それで風の噂で聞いたんですけど、 A 君がうつ病になってしまったって聞いたんですよね。でそれを知った僕の家族がみんな A 君を家に呼んで、まあいろいろ話そうと元気づけようっていうことになったんですね。で僕がまあ僕の家に A 君を招いて、まあピザを取ることになったんですけども、僕は久しぶりやったんで、まあ話すのも恥ずかしかったんですけど、まあそんなん言ってる状況じゃないので、まあ A 君と同じ部屋でピザを食べて話したんですけど、その時の A 君っていうのがすごい元気やったんですよね。なんか僕のことをいじってね、こいつね本当ね運動神経悪くてね、もうほんまバカみたいでとか、こいつねいつも先生に怒られてとかいう風に元気でね、明るいんですよ。で A 君が帰った後に僕言ったんですよね、A ほんま元気やな、あいつほんますごいなって言ったんです。でも僕の母親が泣きながら A ちゃんもあかんかもしらんねって言うんですよね。でパッと見たら母親は本を持ってるんですけど、それは A 君のために買って勉強したうつ病に関する本なんです。でその本に母親があらかじめ蛍光ペンでマーカーで引いてあった文章があるんですけども、それが全部その日に A 君が取っていた行動と一致するんです。例えばね、何もないのに電気の方をグッと見て何か喋るのを急にやめたりとか、まあ、テレビのニュース番組やってて殺人にまつわることがあったりとかしたら、それをグッと睨みつけるような行動があったりっていうふうに言うんですけど、まあでも僕は、まあ、これ偶然じゃないかっていうふうに言ったんです。でもそれを聞いてた僕の父親もそうか、あかんかもしらんなって言ったんですよね。その次の日に A 君首を吊って自殺しました。それでね、それを聞いた家族はやっぱりね言うんですよ、 A 君あかんかったか、ああ A あかんかったかって言うんですよね。僕一人で A 君のお葬式に参列したんですよね。 A 君のご遺体を見て顔をグッと見た時にね、僕動けなくなったんですよ。でもそれはね、A と二度と会えないから、死んだから悲しいから動けなくなったわけではなくて、僕立ったまま金縛りにあったんですよね。で A 君の顔をグッと見ながらずっと見ていたら、 A 君の唇がねゆっくりと動き出したんですよ。初めにゆっくりと動き出して、そこからずっと速くなって、どんどん速くなって、その唇から確かに聞こえてきたんですよ、あかんかった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 。僕そのままもうその場に座り込むようになって、周りの人に助けてもらってなんとか家に帰ったんです。ですけどその年から毎年ね、夏のお盆の時期になると A 君が僕の枕元に立つようになったんですよね。本当は僕ね、いっぱい話したいことあるんですよ。
あれやな、あの中学の時喧嘩したけどあれなかったらずっと仲良かったんかなとか、ごめんな、お前のことなんか怪談みたいな感じで人前で話して申し訳ない、そんな話したいんですけど無理なんですよね。 A はね、僕の枕元に立って眼球のない目で僕の顔を覗き込んで繰り返すだけなんです。あかんかった、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 あかんかったって、この言葉嫌いなんですよ。中山浩太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではこれから投票に移りますが、少々お待ちくださいね。はい、19時31分までです。では皆様投票の方をお願いいたします。もしまた何か不具合があるようでしたらお知らせください。藤沢さんも大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、いかがでしたか今？いや、やっぱさすがやなってすごい思ったんですけれども、まず入り口の僕そのあかんっていうのが嫌いなんですっていうところから入るのがめちゃくちゃその伏線聞いててめっちゃ怖いなと、はい、で1回だけの回収かなと思ったらそれがまた来るっていう、はい、何度もその言葉でビビらされるっていうところがむちゃくちゃさすがやなと思いましたね。いや、はい、めっちゃ怖かったです。本当ですね、はい、なんか呼吸息するのかな、忘れそうになるんですよね、うん、本当に。あの島田さんいかがでしたか？いやー、さすが R1 チャンピオン、もうドア玉ここに座ってお辞儀をして顔を上げた瞬間のあのねの一言で完全にもう空気支配してましたよね。でまたその一言一言が全部こうストーンストーンってこうね、うん、素直にこう耳に入ってくるっていう、で一番最後の眼球のない目であかんかったあかんかったっていう、あれがもう最後にすごくこう想像してしまって、はい、とんでもない怖さで終わったなという、うん、素晴らしかったですね。本当ですね。なんか次々にこうねお話から映像がどんどん自分の中で展開されるという恐ろしい感じ。さあ皆様投票の方は大丈夫でしょうか？配信をご覧の皆様も順調に投票は進んでいるでしょうか？会場の皆様はいかがですか？大丈夫ですか？審査員の皆様も十分投票は大丈夫そうですね。31分までです。いや、タックさんここまでどうですか？そうですね、こう引き込まれた後の階段って、うん、体がこう緊張してぐっと固まってしまうんですけど、はい、そこでわっわって思うたびにこう手汗をかいて、まあ、こう見たら分かると思うんですけど、そうですね、びちゃびちゃになっちゃったんですよ、それぐらいちょっと引き込まれ緊張できてる階段でした。本当ですね、はい、順調に投票が進んでいる感じがしますけれども、はい、では締め切りとさせていただきます。ありがとうございました。中山浩太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、では続きまして亜美さん、お願いいたします。違うね、中山さん緊張緩めすぎなんですよ。こちらです、中山さん、こちらへどうぞ。ちょっと喋ろうかなそうじゃないんです、聞きたかったけど阿美と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。この話ですね、若い男性の方、一人暮らしを始めた時の話なんですよね。アパートの2階205号室に住み始めてですね、ああここのアパートいいなってすぐ思ったんですよ。住んでる人たちがすごく感じいい。1階のおばあちゃんなんかよく挨拶してくれるしね、同じフロアに住んでる少し年上の男性、この方もね、いつも親子連れで歩いてるんですけども、こんにちはなんて言うと、ああどうもなんてね、ほがらかなんです。男の子もね、ニコってしてくれて、すごく朗らかでね、なんかね、感じいいななんて思ってて、で、この日の夕方なんですよね、洗濯物をベランダで干してたんですよ。すると、アパートの裏の路地、その向こうの方から、あの朗らかな親子歩いてくるから、あ、挨拶しようって思ったんですけど、ちょっと距離があるから、あ、ちらちらと見てたんですよね。すると、
その親子の向こうから結構なスピードで車来たんですよ。おいおい細いぞ大丈夫か危ないぞって思ってたらどん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 迫っていくんですよね。おい大丈夫かって思ってたら親子ちゃんと壁際にペタッとよけたんで、ああよかったと思ってるとペタッとなってる親子の目の前を結構なスピードで車がわーっていくタイミングで男の子一歩前に出ちゃったんですよ。うわーって思ったら男の子お父さんの腕引っ張っちゃったもんだからお父さんもおっとっとっとにキーッ、素人目に見ても最悪な状況だったんですよね。すぐに119番して自分も部屋の中突っ切って建物ぐるーっと回ったら人だかり、パトカー、救急車、目撃者ですからね、そのままいろいろ話して、その日の夜はもう何も考えられなかったですね。明け方警察の方がまた来たんですよね。でもう一度詳しく事情聞かせてくださいということなんで見たまま一生懸命説明したんですよね。あれ車が悪かったです、結構スピード出てましたもんなんて、なんか男の子がやっぱ引っ張っちゃったからねとかそんな話をしてると警察の方が熱心にほん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 って聞きながらたまにほんほんうんうんって感じなんですよね。気にせずこうわーって喋ってたら警察の方がありがとうございましたっつってその後に言ったんですよね。あの一応確認なんですけども本当に男の子って見ましたって言うんです。ええ、息子さんが腕引っ張っちゃったから、いえあの男性独身なんですよって言うんです。え、いやそんなことないです、僕何度も廊下で挨拶とかしたこともあって、いや運転手の方も男性が一人でふらついてきたっておっしゃってるんですね。そう言われた後警察の方いろいろ喋ってましたけどね、何言われてるか全然頭入ってこないままドアが閉まってそのまま玄関でペタッと座り込んじゃったんですよ。一体何が起きてるか分かんないんですよね。なんて思ってると目の前ドア顔の前あたりですね、コンコンってなるんですよ。コンコン、なんでチャイムじゃないんだろうななんて思ってるとコン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 、しばらくして向こうの方でコンコン、隣行ったのかな、コンコン、あ向こう行ったのかな、なんだろうなこのノック、そう思ってドア少しだけガチャッと開けて向こうを覗くと4つ向こう201号室のドアを叩くあの男の子がコン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 、201のドアがガチャッと開いて若いお兄ちゃんがキョロキョロしておかしいなって感じでドアを閉めるんですけども、閉め始めたら男の子のその中にスーッて入ってっちゃったんですよね。その2週間後アパートの前に人だかり、パトカー、救急車、201からお兄ちゃん運ばれてるんですよね。それ見た時にうわーと思ったんですよ。というのもあの閉まる瞬間男の子入っていこうとしたんですけどもね、入っていきながら一回ピタッと止まってこっち見てニコッとした後中にスーッと入ってったんですよね。それ考えると部屋の中でガタ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 震えてると玄関からコン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 、やけに下の方の位置でずっとコン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 、鳴り止まなかったんですね。ありがとうございました。亜美さんありがとうございました。それではこれから投票に移りたいと思います。皆様ご準備をお願いいたします。はい、投票は19時38分までです。では投票の方どうぞ。大丈夫ですか、何か不具合があったらお知らせください。ノブさんいかがでしたか。そうですね、短い時間の中で、うん、僕一応自分の恐怖ポイントみたいなつけてるんですよ、はい、何個畳みかけてくんねんっていうぐらいの恐怖ポイントが僕はあったので、うん、やっぱさすがやなっていうのとともに、はい、あのアミクの語り口っていうのが、うん、はい、やっぱりその万人に聞き取りやすいというか、そうですね、一番いいこのテンポと本当ですね、まあ、ボリュームなんですよ、その辺はやっぱさすがだなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。ダクマさんいかがでしたか。はい、まあ階段詳しくないんですけど、うん、こんな僕でもさすがにアミさんのことは知ってて、はい、ただまあアミさん僕の認識なんですけどもうトップ中のトッププロじゃないですか。ハードルは上がったんですけどそれをやっぱなんか上回ってきたので、うん、しかもなんかあの2点、あのノブさんもおっしゃったように2点3点するじゃないですか、話がなんか自然と続きが聞きたくなるような気になっちゃったんですよね、うん、オチが本当ですね、いやすごかったですね、ありがとうございます、はい、このなんか話にどんどん引き込まれる感じっていうのも、うん、それはそれでまた恐怖というか感じがしましたけれども、僕の聞き間違いかもしれないですけど、ええ、途中審査員の方で
はみたいなことを言われた方いませんでした、話の途中で。声入って、ま、入ってたんですけど、結構前半からなんですけど、隣の周平さんがうるさいですですよね、はい、そうなんですか、どういうことですか、審査員の方の、そうなんですよ、だってめちゃくちゃ怖いんだもんずっと分かるんですけど、はいはい、なるほど、はーって聞こえて、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にもう本当ごめんなさい、はい、もう我慢します、なるほど、はい、よかったですね、ドタンバタン、ドタンバタンずっと言ってはるんで、最後だってドア下の方からコンコンって言ってるってことは、うん、みたいな、うんうん、確かにさあ皆さん投票が締め切りとなりました、ありがとうございました、アミさんありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、どうもありがとうございました。では続いて山本陽介さんお願いいたします。いやー、とんでもないやつってのもいるんですよ。あの東日本大震災で人財産築いたっていう多田くんっていう子がいたんですけどね、彼実業家なんですよ。いつも可愛い綺麗な彼女マミちゃんを横に置いてとんでもない話してたんですけど、彼もねちょっとかわいそうなところがあるんです。というのも高校生の時家族がみんな津波に飲まれてしまってたった一人生き残ったって言うんですよ。即席で作られた避難所に逃げ込んだっていうんですけど、そこもどうも居心地が悪くて外にフラッと出ていくこともあった。そんな時一人の女性を救ったんです。その結果その避難所ではヒーローという扱いになったんですよ。でね、彼が一体どんな悪巧みを考えていたかなんていうのは誰も疑わなかったんです。彼その当時外に一歩出たらブヨブヨで亡くなってる遺体がゴロ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 転がってるんですよ。生前使われていただろう装飾品、指輪やネックレスの類、残ってるものを彼ダンダン切断して盗んでたんです。盗んだだけじゃ飽き足らないんですよ。その遺体をザーッて動かして誰かが通るところに置いて、彼みんなに言うんです、窃盗団がいるかもしれないって。みんな疑わないんですよ、きっとそうなんだろうって。彼その時に集めた貴金属で起業家として成功するんですけど山本さんね、マミちゃんにも言ってないんだけどさ、あの遺体を動かしてる時ずっと後ろから他に気をつけろ他に気をつけろって聞こえてたんだよ。でも後ろになんか誰もいないし、現に俺成功してるわけじゃん、生きてる人間が強いってそういうことですよね山本さん。この話を私も耳元で言うんですけど、その様子をただ横に座ってるマミちゃんはただニコニコしてうなずいてるだけなんです。ある日ね、このマミちゃんから私に連絡が来たんですよ。もう珍しいなと思って、はいって電話に出たら大変なことになって私のせいでって大騒ぎしてるんです。え、どうしたのって話聞いてみますと、普段はタクシーで移動してるんですよ。でもこの時なかなかタクシーが捕まらなかったから、このマミちゃんが電車で行こうよって電車で行くことにしたんです。もう誰もほぼ駅の構内にはいなかったそうで、まあ電車が来るまでの間手持ち無沙汰だったんでしょうね。ずっといつもの自慢話をマミちゃんにこうあーでこうでって喋ってる。そのマミちゃんうーんって聞いてる時、うんってなった、ぽっ隣にいた多田くん急に線路に落ちたんですよ。えっと思ってるとピエってそのまま引かれたんです。周りにいた人たちもはっって声を上げてる中、マミちゃんも声を上げようと思った時に、だから言ったろ、後ろ見たんですけど誰もいなかったって言うんです。だから私があの時そんなこと言わなければって悲しんでるそのマミちゃんなんですけど、私ねどうしても消せない点があるんですよ。それは何か、このマミちゃんもねあの震災で家族をみんな流されてしまった被災者の一人なんです。そんな人がなぜそんな自慢話をする多田くんと付き合っていたのか、私どうしてもこの部分納得できないんですよね。で今回こういう場所に話すにあたってマミちゃんに確認してきたんですよ。この話してもいいですかって。そしたらいいですよ話してくださいって。ただ山本さんね、その他に気をつけてくださいねって彼女私にそう言ったんですよ。帰り大丈夫ですかね、私ね
ありがとうございました。山本陽介さん、ありがとうございました。さあ、それでは皆様、投票の準備をお願いいたします。投票の時間は19時45分までです。では皆様、投票を始めてください。福さん、いかがでしたか。はい、あの最初のとんでもないやつの話っていうのがこう入りから、うん、はい、やっぱ聞いてるとしぶしにその多田君、はい、多田さんに対していやとんでもないやつだなっていうこうツッコミが入るような話だったんですけど、さてじゃあ最後こう真美さんのことを聞いたときに、うん、いやどっちがとんでもないんだろうっていうようなこう疑問に変わるというか、うん、はい、そこに沿ってるんですけど最後ちょっと裏切ってくるような、うん、でさらにこうその今回当たってマミさんにまた話を聞いてきたって、うん、大丈夫なのってこう思わせるというか、はい、もう怖い部分、違う角度の怖いポイントが3つ4つあって、はい、すごい怖かったです。そうですね、はい、モモさんいかがでした。いやそうですね、だからその 3.11 っていうところで、うん、まあちょっと日も近いっていうところもあったっていうところの、ね、はい、そのお話の選び方っていう部分であったりとか、うん、でやっぱり怪談っていうのが、まあ、昔からあるその和芸で講談とかと同じように段というものがつくっていうところが、まさに山本さんの話しぶりとかそういうところっていうのは、はい、うん、最後の声が変わるところとか、うん、やっぱり分かりやすく本当にゾクってやっぱすごくしてしまいました。ものすごく怖かったです。はい、はい、本当そうでしたね。まあ、皆様もそんな感想をお持ちになられたんじゃないかと思うんですけれども、投票の方は順調に進んでいるでしょうか。何かトラブルなどは起きたら教えてください。大丈夫でしょうか。大丈夫そうな感じがします。まもなく投票時間締め切りとなります。いやなんかこうだんだんこの雰囲気がいい感じに島さんなってきてますね。まあ、階段に一コアという要素も入ってっていう、本当に今回出られてる皆さんレベルが高くて、やっぱりその方たちなりのちょっとこう階段のジャンルというか、階段特殊会になってこの話をといえば思いましたよね。はい、ありがとうございます。さあではただいまをしまして締め切りとさせていただきます。山本陽介さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて杵久人さん、お願いします。階段集めてると呪いっていうのもいろんな形があるなっていうふうに思うんですけど、知人の A 君が小学生の頃に友人のお家で3人でこっくりさんやったっていうんです。 A 君は全くこっくりさん乗り気じゃなかったので、他の2人がこっくりさん質問していって、最後に A 君の場になりました。おい早く質問しろよ。わかったよ。こっくりさん、井上先生はいつ死にますか。その井上先生っていうのはその3人の担任の女性の先生で、冗談半分っていうのももちろんあったんですけど、前日にこっぴどく叱られたんでその腹いせもあったんです。10円玉スーッと動いて数字に止まりました。それが示したものっていうのがちょうど今日から1年後の日付でした。急に怖くなってこっくりさんを終わらせて、翌日です、学校へ行ってまたその3人こっくりさんやろうぜってなったんです。休み時間に理科室に忍び込んで3人こっくりさん始めました。また A 君はまあ全然興味なかったのでとりあえず参加して、2人はどうでもいい質問をしてどうでもいい回答を返ってくるんです。まあ、誰が動かしてるんだろう、そういうふうに思って、おい次お前の番だぞ、 A 君の番になりました。
ああでも質問なんかなんもねえよ。こっくりさん、井上先生はいつ死にますか。こっくりさん、井上先生はいつ死にますか。井上先生はいつ死にますか。またそれかよってなったんですけど、もうみんな引いてます。ずっと10円の動くんです。次は50音順です。あした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 。 A 君怖くなってその指を離しちゃったんです。それを見て周りの友人の一人が、おいお前何やってんだよ、コッケさんの途中に指離したらお前大変なことなんですよ、おいおいおい。友人の一人が興奮したんですよね、倒れちゃったんです。 A 君はそれを担いで保健室に連れて行って、でもすぐに意識取り戻して翌日なんです。 A 君が登校してきて朝のホームルームの時間になった時に、いくら時間経っても井上先生入ってこないんです。あれもしかして思うと、ガラッと教室のドアが開いて入ってきたのは学年主任の先生でした。教壇の前に立って、あのね井上先生、今日から少しお休みになるから。あ休みか。あでもね、あの井上先生お腹の中に赤ちゃんいたでしょ、流産しちゃったのよ、だから戻ってきてもそのことには触れないであげてね。そう言われて A 君は、井上先生が死んじゃうんじゃなくてお腹の中の赤ちゃんが死んじゃうんだっていうふうに思って、その質問をしたことに今でも後悔しているんだそうです。井上先生はほどなくして学校に復帰して、ただそれから半年後他の学校に異動になって、そこで体調を崩して自ら命を絶ったそうです。その日がその1年後のあの日じゃなかったらいいなと A 君今でも思うんだそうです。ありがとうございます。木根久人さん、ありがとうございました。では皆様、投票の準備をお願いいたします。では投票は19時52分までです。お願いいたします。順調に投票は進んでいるでしょうか。ナケマさん、いかがでしたか。はい、そうですね、まあ、こっくりさん、うん、あ僕結構こっくりさんが苦手で、やっぱ、まあ、世代だったんですけど、はい、まあ、絶対やるなってよく言うじゃないですか、はい、まあ、それでやってしまってみんなそのあたふたする様子とかすごい浮かんできて、あ分かるなって学生時代ちょっと思い出して、はい、いや怖かったですね、純粋に。そうですよね、はい、本当に。国沢さん、いかがでしたか。やっぱりテーマのこっくりさんって誰しもがこう一番最初に触れ合いそうな高齢術になっているから、やっぱりその教室とかみんなのあるあるがこうやっぱり蘇っていくシチュエーションの中で、まあ想像の中で完全に物語を進んでいく話し方もされるので、もう頭の中でどん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 ビジョン化されていくというか映像化されていって、まあ最後の結末まで物語を見たなっていう感じがして、すごい楽しく怖いなと思いました。はい、ありがとうございます。ね、結構今のね国沢さんの話にうなずいてる会場の方が多かったですけれども、いやさあ投票は順調に皆様進んでいるでしょうか。大丈夫でしょうか。柴さん、大丈夫ですか。いやまあね、その、お腹の赤ちゃんっていうね、本当にこう痛ましいなっていう、まあ、テーマであったんですけど、木根、はい、さんがもう不気味すぎてもう引き込まれちゃいました ね。で今回僕テーマで決めてるのが、はい、まあ、怖いってこともそうなんですけど、うん、はい、一番この心が揺れ動かされたっていうところも結構テーマにしていて、はい、まあ、いろんな感情ってあるんですけども、まあ、今回その中でもやっぱ話として来てましたか。本当にこうなんかね、ざわざわっていう感じは強かったですね。はい、ね、はい、ありがとうございます。
時間になりました。投票を締め切らせていただきます。ありがとうございます。杵久人さん、ありがとうございました。続いて神原めぐみさん、お願いいたします。はじめまして、よろしくお願いいたします。うちのお母さんって陽気で明るくて我が家のムードメーカー的な存在なんですけども、そんなお母さんと私との間で起きた話です。私が小学校5年生ぐらいの時、学校から家に帰ってきたら、ちょうどうちのお母さんが夕飯のスーパーの買い物に行くとこだったんですね。で、私も一緒に行くってついていくことになったんですけど、うちの地元って超がつくほどのど田舎で、家からスーパーまで車で5分から10分ぐらい走らなきゃいけないところにあるんです。だからお母さんが運転する車に乗ってスーパーまで向かったんです。で、到着して買い物を始める。お母さん、今日の夕飯何って聞いたら、じゃあカゴになんか材料入れてくから何か当ててみなんて言いながら楽しく買い物を済ませて、じゃあ帰ろうかっていう時になって、2人で車にバンって乗り込んだ瞬間から、今までいたって普通だったお母さんの機嫌がね、急激に悪くなったんですよ。眉間にシワを寄せて口をむっと結んで一言も口を聞いてくれない。話しかけるオーラがすごくて、あれ、私変なこと言ったかなって考えてみるけど、全く思い当たる節はない。でも今うかつに声かけて余計怒らせても嫌だから、もう黙って助手席座ってたんです。ただそんなお母さんの異変っていうのが、それだけじゃ済まなかったんですよ。普段めちゃくちゃ安全運転に気をつけてるお母さんがすごいスピードで飛ばすんですよね。もう田舎のろくに信号もない見通しの悪い一本道をものすごいスピードで、急ハンドルに急ブレーキに急発進にって、何度か事故りそうになる瞬間もあって、私が思わずうってこう声を上げてもお構いなしに飛ばし続ける。もう私恐ろしくて声もかけられないから、手すりとシートベルト掴んで、事故らんでくれ事故らんでくれって祈ることしかできなかったんです。それで地獄のような10分間のドライブを味わった後、でもなんとか事故らずに家までたどり着いたんですね。ああよかった、事故らんかったって心底安心したんですけど、今とてもじゃないけどお母さんと一緒に降りたくないと思って、私すぐ2階に上がって勉強したり漫画読んだりとかして過ごしてたんです。で、しばらく経ったら下からお母さんがご飯できたよって声をかけてくれたんです。で、はいって兄弟で降りてみたら、美味しそうなカレーを作ったお母さんがニコニコしながら出迎えてくれたんです。あ、お母さん機嫌治ってるわ、よかったって。でもなんで怒ってたんやろ、まあいっかって。ご飯いただいて、で食べ終わってからまた家族が思い思いのことしてるんですね。お父さんお風呂に入って、兄弟はまた2階に上がって、で私はリビングに残ってお母さんと2人っきりでテレビを見てたんです。でしばらくぼーっと眺めてたら、不意にお母さんが一言、今日あんた連れて死のうと思った。私ね、その言葉に返事をすることができなかったんですよ。ただ私の人生においてお母さんがそんな発言をしたのは後にも先にもこの時一回きりです。でもなんでそんなこと言ったのか気になるじゃないですか。だから数日後、すごい機嫌がいいタイミングを見計らって、ねえ、あの時のあれなんじゃったんって聞いてみた。そしたら、全く覚えてないって言われたんです。あの時のお母さんに何が起きてたのか分かんないですけど、私の中ではトラウマになって忘れられない話です。ありがとうございました。神原めぐみさん、ありがとうございました。では皆様、投票の準備をお願いいたします。では19時59分までです。投票をお願いいたします。順調に進んでますか？大丈夫ですか？投票は。はい、ありがとうございます。のぶさん、いかがでしたか？はい、体験談ということで、はい、
その結局最後なんであの時みたいな、うん、謎が残る形で終わられていたので非常に個人的にはすごく好きなタイプのお話だなっていうのと、うん、あと女性ならではといいますか、はい、その登場人物の切り分けがこれ聞いてるだけで、うん、自分の中でできたので非常にいいお話だなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。タクイさんはどんな感想を持ちましたか？はい、僕は日常系のお話というかはすごい好き で、うん、でまあ、誰もが経験したことが多いようなこう日常のごくごくあるようなこの一般的に浮かぶ風景から急に非日常的なこの急展開というかこの落差でちょっと今ちょっとすごい悩んでますね。こう内臓上がるような感覚があったんですよ、ちょっとゾクッとして。確かにちょっとねさっき後ろから派遣してたら本当に浮き上がるような、ね、感じでしたもんね。徳さん浮いてました。なんか浮き上がるような感じ。あーなるじゃん。であと声入ってますからね。あ、島田さん煉獄さんすいません。煉獄さんじゃない、いや煉獄さんじゃないです。説明いるボケやめてもらって。なんかリハ中も言ってたんでよっぽど気に入ってるんやなと思って。あなるほど。すいません、めちゃくちゃ怖かったです。いや皆さん投票は順調に進んでいるでしょうか？配信をご覧の皆さんも大丈夫でしょうか？投票は19時59分までです。まもなくです。はい、ではここで投票を締め切りとさせていただきます。ありがとうございます。神原めぐみさんありがとうございました。続きましてハニトラ梅木さんお願いいたします。良くない場所っていうのは一度でも住むとこう取り返しがつかないんだなというお話でございます。この話を聞かせてくれたのはたかしさんという30代男性、建築業をされている方です。この方長年付き合った彼女がいたんですが結婚してそれを機に新居を構えた。その新居っていうのがもともと事故物件、まあ一家心中があった場所なんですけどそれを取り壊して新しく建てたという場所、まあ、新しく建ててるんでこれは事故物件というものにはならないんですけど住み始めると妙なことが起こり出したというんです。夜中寝室です。2人で寝てたんですよね。たかしさんふと目を覚ますといつもと様子が違うことに気がついた。いつも真っ暗な中で寝てるんですけどその日は薄明かりを感じる。見渡すとどうやら入り口のドアが開いてる。廊下からの光が差し込んでる。見てる目の前でそのドアっていうのがだん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 開いていくっていうんですね。で開くとともに差し込んだ光で部屋の中の影が薄くなっていく。でも壁の一部分の影だけ色が変わらない濃いままだって。その濃い影がゆっくりと人型に変わったかなと思った瞬間そこからニュッと足が飛び出て実際に人が目の前に現れた。これ泥棒か、え何強盗と思って体を起こそうとするとたかしさん体が動かない、金縛りだと。その男はゆっくりと近づいてきて横で寝る妻の上に馬乗りになった。次の瞬間首に手をかけてぐーっと締め出すって言うんです。妻も気がついてその男の手をガッと取るんですけどもそんな力では止まらない。妻の首に指がめり込んでいく。妻からはこの声とも何とも言えないカーッていう呼吸音だけが漏れる。さらに力が入って爪がまさに首に食い込んだという瞬間妻がくるっとこっちを向いた。妻は黒目をブル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 っと震わせたかと思うと口から血の泡のようなものを吹いて動かなくなった。その瞬間男はすっと立ってこっちを見下ろしながら笑ってる。死んだのどういうこと。体を起こそうとした瞬間男は消えた。金縛りも解けてる。妻を見ると何のことはない。いつものように寝息を立てて寝てるだけ。幻かと思うものの玄関入り口のドアを見ると開いてるんですよね。こんなことが何回も繰り返されると。ある時はスーツの男が寝てる妻の上に何度もかかとを踏み下ろす。あばらに響くドンドンドンという音がゴリッという鈍い音に変わった瞬間自分の妻は
手足をバタバタバタと痙攣させて動かなくなった。これを間近で見てた高橋さんなんですけど、あることに気づいてたんです。途中で金縛り解けてたんですよね。動いたにもかかわらず妻を助けなかった。毎日そんな姿を見てた高橋さん、いつの間にか自分の大好きな可愛い妻の死んでいく表情を見るのが好きになってしまった。こんな大好きな可愛い人のこんな姿を見れることなんかない。そんなことで頭がいっぱいになってしまって、気がついたら普通に生活してる間にも、今俺が後ろから思いっきりこいつのことを刺したらどんな顔するんやろ、なんで俺私こんなことされたんやろってパニックになって涙流しながら死ぬんかな。その気持ち知りたいな、知りたいよ。このままじゃ妻を殺してしまうと思った高橋さんは引っ越しを提案したそうなんです。すると妻は二つ返事で OK をした。私も同じような夢を見てあなたのことを殺しそうになってたって言うんですよね。ちなみにこの二人引っ越したんですが、この願望はまだ消えてないそうです。ハニトラ梅木さん、ありがとうございました。では皆様、投票の準備をお願いいたします。では投票は20時6分までです。お願いします。大丈夫でしょうか。順調に進んでますか。はい、島田さん、いかがでしたか。レベル高すぎませんかね。すごいですね、うん、いやすごいな。ちょっとですね、はい、いや本当にすごい話でした ね。いや本当になんというかね、もう皆さんも多分本当にもうなんと表現したらいいのかっていう感じに、ね、ももさんいかがでしたか。そうですね、まあちょっと演者の方はいろいろ喋られる方いる中で、まあ、事故物件にまつわるものをお話出てきたのがここに来て初めてだったのかなっていう感じなんですけど、はい、うん、でもその中でもなんていうんですかね、まあ、例の作用によって多分そういうふうになったとおぼしきだけど、気持ち悪い感覚っていうのが、うん、人が愛する人が死んだらどうなるか知りたいな、うん、その感覚まずすごい気持ち悪いと思った上に、しかもそれを抱いていたのは自分だけじゃなくて、うん、相手も同じだったっていうところっていうのがすごくグッときましたね、怪談ファンとして。はい、はい、そんな感想です。ありがとうございます。さあ、お互いにそういった、ね、現象を、いや、お互いに見てたわけですね。めちゃくちゃ気持ち悪い話だと思いましたね、はい、未だに消えていないというね。そうですね、そういう。で、さあ、で、大丈夫でしょうか。投票は順調に進んでいますね。さあ、まもなく締め切りの時間です。配信をご覧の皆様も投票は大丈夫でしょうか。いや、はい、20時6分になりました。ただいまで締め切らせていただきます。ハニートラ梅木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では三好一平さん、お願いいたします。皆様も、仲のいい友人や知人に、殺されかけた経験一度はあると思います。僕はですね、3度そんな経験があるんですが、その中の一つお話しさせていただけたらと思います。僕の友人が突然人が変わったかのように借金を重ねていくことになるんです。1年で1,000万円、僕も3万ほど貸してた。あいつ一向に返す気配ないなってそう思っていると、その友人から一通のメールが届くんです。死ぬことに決めました。できる限り一番苦しい方法で死にますって。冗談でもそんなの送ってくるのやめろって返したんです。でも僕本気ですって言うんですよ。もうすぐにそいつの家に行った。もうそこでこんな話聞かされたんです。ある日
いつも通勤で使っている道を歩いていると不思議なことが起きた。気がつくと見知らぬビル街にいて、その真ん中にとても大きな赤い水たまりがあって、そこに女性が倒れていた。すぐに救急車を呼んだと思う。女性の呼吸を確認するために俺近づいたんだ。そうするとその女性の体が浮き上がって俺の手首を掴んできた。そこから俺おかしくなっちゃったんだよねって言うんです。家の中を見るとたくさんの風鈴がある、たくさんの姿見がある。僕の目の前には仏壇があって、その仏壇には目の前の友人の遺影が飾ってある。そこに大量の虫が群がってるんです。それ死に真っ先に群がってくるような虫なんですよ。死の番をする虫と書いて死番虫っていうんです。テーブルの上には湯飲みに入ったお茶、まんじゅうのようなもの、彼それをよもぎ餅だって言うんです。白いまんじゅうのようなものによもぎの葉っぱが一枚貼り付けてあるだけのもの。僕が知ってるよもぎ餅ではないんです。それを僕手に取ろうとしたら友人が僕の手首掴んできた。見ると彼号泣してるんですよ。ごめんなさい、もう許してください、一平食べちゃダメだ、本当にごめんなさいって。そう言いながら彼そのよもぎ餅口に運んだんです。彼すぐに口から泡を吹いてその場に倒れ込んだ。僕すぐに救急車呼んだんです。泡を吹いた彼、笑顔でずっと手を払う仕草を繰り返してるんです。救急隊員の人がやってくるまでずっとこの仕草繰り返してたんです。その後救急隊員の人から僕連絡来たんですね。三好さん、出されたもの食べてないですよねって。あ、食べてないですってことを伝えたんですね。ああよかった、三好さんあれトリカブトなんですよって言われたんです。トリカブトの葉っぱってヨモギの葉っぱに似ていて、葉っぱ一枚で治療だっていうことを僕その時初めて知ったんです。彼は一命を取り留めたんですが障害が残った。そして彼いなくなっちゃうんです。自分の家に髪の毛のついた頭皮を残したまま、頭の皮丸ごとですよ、残したまま行方が分からなくなってしまった。見知らぬビル街に迷い込んでしまった彼が見てしまったものって一体何だったんでしょうか、という僕の体験談になります。どうもありがとうございました。三好一平さん、ありがとうございました。では皆様、投票の準備をお願いいたします。では投票は20時12分までです。お願いいたします。順調に進んでいますか。直樹さん、いかがでした。やっぱ体験談ですよね。ちょっと考えられないような、まずなんか入りから、ね、友人に殺されかけたことあるみたいな、いやねえだろうって思っちゃったんですけど。そうですよね、普通はあまりないんじゃない、ないって思う方が多いんじゃないかと思いますけど、なんか入りからちょっと狂ったような展開で、終始狂ったような展開だったので、はい、まあ、僕ホラー映画とかすごい好きなので、はい、割と好みのお話ではありました。なるほど、はい、ありがとうございます。タックさんはいかがでした。はい、そうですね、やっぱりこの入りでんって思わせておいてから の、うん、その壮絶な実体験というところと、あとやっぱり声質がちょっとこうスーッと入ってくるというか、ただ声質からこう想像できないような話の内容、はい、っていうこのギャップもですね、またちょっとこう階段で人を怖がらせる上ではなんか重要なんだなということをちょっと確認されたような、うん、階段でしたね。確かに本当そうでしたね。いや大丈夫でしょうか皆様、投票の方は基準は怖いか怖くないかです。いやこれ難しい、いやね、結構難しい感じになってきてますよ ね、 難しいですね。皆さんそれぞれの怖さで、ね、本当ですよね、はい、悩まれるっていうかね、悩むけど時間はあるからもう決めていただかないといけないっていう、ね、本当に、はい、審査する方としても ね怖がりたいんだけど本当ですよ、ね、怖いと、うん、もうつける点数がなくなってきちゃうよっていうぐらいの、ね、なかなかめちゃめちゃレベル高いですね、はい、そういう意味でも怖いという、
では今をもちまして締め切りとさせていただきます。素晴らしかったです。三好一平さん、ありがとうございました。さあでは続いて田口達也さん、お願いいたします。鳥です、よろしくお願いします。僕普段はメジャーデビューもしてるバンドマンなんですけど、そんな僕らのファンの方、女性の A さんから届いた実体験です。この方、友人の男性2人と、そして自分を合わせた女性の2人、計4人で自殺の名所って言われている心霊スポットに行くことになったんですね。で、1台の車に4人で乗り込んでナビを入れて40分ぐらい車を走らせると、だんだんもう街灯もなくなってきて、で、民家ももちろんない、対向車も来ないような道になったんです。あるとすれば右側にガードレールがあって、その下が崖になっている。そして奥の方にポツンとコンビニが1店舗だけある。いや、すごい雰囲気だなと思いつつ、この辺りでもう心霊スポットはあるはずなのに全然つかないんで、一旦これコンビニに寄って店員さんに聞いてみようってなるんですね。で、寄って中に入って、でただ聞くのもちょっと申し訳ないんで、お茶だけ4本4人分買って4人でレジに行きます。そしてお会計の時、中年の男性店員一人で、まあ、お店回してるんですよ、深夜なんでね。そしたらここで聞くんですよ。すいません、僕たちここ行きたいんですけど、この辺で合ってます？この男性店員ゆっくりとコンビニの外指さしてこうやって言うんですね。そこですよ。で、この4人はこの指さす方向をじーっと見ていくと、さっきまで通っていたガードレールを指さしてるんですよ。でもさっきとなんか様子違うんですよ。なんでかっていうと、ガードレールの下にみっちりお花が置いてあるんです。え、さっきあんななかったよねってみんなでパニックになってるんですけど、これだけで終わらないんですよ。4人で来ているうちの運転をしていた1人の男性だけ、この男友達だけ花が見えないっていうんですよ。3人にはしっかり見えているのに1人には見えていない。もうこれでゾッとしちゃって、急いで帰ろう、もう急いで車まで走っていって、男性陣が前に乗り込んで、で女性陣は後ろに、で急いで出よう、早く出ようって、でもこの花の前通らなきゃいけないんで、後ろの女性目閉じながら過ぎたら言ってねって待ってるんです。したらもう過ぎたよ、よかったと思って、でもなんか気配感じるんです。でこの話を送ってくれた A ちゃん、ちらっとコンビニの方を見るんです。するとそこで花の前で道の真ん中で正座をして、頭を地面に叩きつける勢いで土下座をしているコンビニの店員がいたんですね。え、この光景に目が離せなくなってしまって、もう体硬直してるんです。やばいと思ってたら、この店員上下してますよね。この頭上げた瞬間にパッて自分の方を見るんですよ。バッチリ目が合ってしまう。その瞬間、自分は恐ろしすぎるその形相と目に気を失ってしまうんです。次、意識を取り戻したのは自分の自宅の付近。気を失ってたってことは、あれは夢だったんじゃないか、そう思ったんですね。なので花束が見えていた横に座っている女性の友達に聞くんです。帰りってなんかなかった？そしたらこの女の子の友達こうやって言うんです。コンビニ出て今花束の前過ぎたよって言ったあたりで、 A ちゃん後ろ向いたよね。で、後ろ向いた瞬間寝たから気になって私も後ろ見たんだよね。そしたらコンビニの店員が花束に向かって土下座してた。夢じゃなかったんですね。ちなみにこのコンビニまだあるそうなんで、皆さん深夜に心霊スポットに行くこともそうですが、心霊スポット付近のこういったお店に入るときにも、それが本当に存在するのか気をつけながら入ってほしいなと思います。ありがとうございました。田口達也さん、ありがとうございました。では皆様、投票の準備をお願いいたします。投票は今から20時19分までです。お願いいたします。
丈夫ですか？投票は順調に進んでいますでしょうか？これで初戦11人の怪談師の話がすべて終わりました。さあ、のぶさんいかがでしたか？そうですね、うん、タグさん、普段バンドマンということで、はい、まあ、何回か最近お仕事させていただくことで、怪談喋られるっていうのは、はい、分かってるんですけど、うん、めちゃくちゃおしゃべりがまず上手くて、うん、で、恐怖の演出方法がおしゃべりだけでめちゃくちゃ上手いんですよ、はい、で、僕的には好きなタイプの話で、はい、で、土下座をする、うん、コンビニの店員、うん、まあ、そこの部分の恐怖ポイントエグかったですね。だから僕はすごいいい階段だなと思います。はい、はい、ありがとうございます。さあ、皆さんはいかがでしょうか？あれ、どうしたんですか？大丈夫でした？何でもなかったです。あ、大丈夫、音楽が切れたのでどうしたのかなと思って、はい、すいません。島田さんいかがでしたか？すいません、このタイミングで申し訳ありません。ちょっと登坂さんお願いしますよ、はい、すいませんすいません。さすがですよね。その前の話が鳥かぶとで、で、頭鳥ですっていうね、その鳥からね、こう始まるっていうね。違うと思います。別にしてないです。それかかってたんですか？鳥かぶとだから鳥って言ったわけじゃなく、全然緊張してて聞けてないですね。そう、でも緊張したと思えないぐらいのね。そうですね、全くそれは感じませんでした。やっぱコンビニの店員さんです、出し方。一番そこに行って欲しくない、いるわけがない人がそこにいて、うん、しかもその人が土下座しながら頭打ちつけてるっていう、もう想像しちゃった時えげつなかったですね。いやー、本当にね、メジャーデビューしているバンドの方と思えないという、はい、本当ですね。いや、すごい怖かった、すごい話でしたね、はい、いや、島田さんありがとうございました、はい、ではここで投票を締め切りとさせていただきます。田口達也さん、ありがとうございました。以上で初戦が終了となりました。で、今からですね、集計を進めていきます。この集計が終わるまで皆様、配信をご覧の皆様も少々お待ちくださいませ。少々で終わってほしいんですけども、はい、これで上位、はい、タックさん、うん、そうで3名の方ですね、うん、皆さんの点数を合計して3名の方、はい、そうですね、あっという間でしたね。あっという間でした。早かったですね。上松さんの長い、うん、星座、懐かしいですね。懐かしいですね。その確かそうですね。本当ですね。なんかついさっきみたいな印象があるんですけども、11人の方が次々に出てきて、やっぱりね、これは悩みますね。なんかでも難しかったんじゃないですか。難しかったです。はい、やっぱりこう怪談っていう風なこうくくりではあるんですけど、うん、このいろんなジャンル、さまざまなジャンルの中でどれを見て一番怖かったっていう風にこう思えるかっていうのは。こう瞬間風速じゃないですけど、はい、一番ゾクッとした方、うん、まあ、僕は結果的にその一番ゾクッとでさせていただいた方のお話に一番高い点数は入れてるんですけど、はい、まあ、誰もこの嫌な怖さもあれば、はい、最後にどういうことっていうような終わり方もあれば、うん、いろんなのだったらってすごい難しかったですね。本当ですね。いやー、でも幸せです、はい、これでも国沢さんね、難しいところはありましたか、はい、それともめちゃくちゃ難しかったですね、だから本当皆さんが本当誰が優勝してもおかしくないぐらいなんで、はい、誰が優勝だと思います？今ここで聞きますか？あんた審査員なんです。はい、あ、ダメなんですか？はい、そういう楽しみ方するとこちゃうやん。違いますね。いや、でもマジで本当に好みがいろいろあって、まあ、みんなのお話もちろん知ってるんですけれども、はい、うわ、こんな話もあったんやとかで、はい、ここで初めて聞いて、うん、すげえ掴まれた話がいっぱいあったんで。そうですよね、はい、もうだから採点方法としては本当に瞬間的にその話に掴まれたものとして、つけさせていただきました今回。なるほど、はいはい、さっきタックさんがおっしゃってたようなことですね、はい、なぞっただけですよね今。自分の意見ゼロ、はい、相性ええな。違う絶対あそこから今拝借しましたよねあなた、うんうん、タックの真似してたら何でもうまくいくんちゃう？怖いですね。怖い。自分発信出せよちょっとは。でっかい声出しやがって。何ですかこの最後の最後の地獄みたいな。邪魔邪魔です。邪魔邪魔です。新鮮が邪魔してます。11人の方の、はい、もう集計が進んでいると思うんですけれども、
ね、直樹さんはどうですか、はい、迷うことなくスパッと決まった感じでしたか。いやでも迷いましたよ、うん、なんかでもやっぱすごいなと思ったのがなんか家とか、うんね、YouTube とかテレビ見てて、はい、よく怪談グランプリとか行われてるじゃないですか、で家で見てるといやあんなお客さんいっぱいでね本当に怖いのかよって結構疑ったんですけど、なんかしっかり怖くて、なんかわかんないですけどその暗くなって語り始めるとなんかその引き込まれてゾーンに入るというか、そうですね、あの入る感じが、はい、もう個人的にあの、まあ、何名かいたので、うんまあ、個人的にはそういった方々にちょっと高得点をつけようかなと思って。なるほど、そうですよね、ありがとうございます、正面で聞きたいですね。あ、確かに、うん、後ろからやもんね。これ後ろでこんな怖いのに正面の皆さんどんな感じなんだろうって。あともう本当配信をご覧の皆さんとかね、うん、どれだけの怖さを体験されたのかというのを本当にもう集計が人の、何誰かのお話を聞くときとかで、はい、階段っていうのがなんか一番喉乾きますよ、聞いてて。いや本当ですね、なんかやっぱ緊張するんですかね、緊張する、手汗で吸ってるのか、ね、力入りますね、すごい喉乾きますよね、うん、これ今日聞いて4分と5分と6分でまた違うんでしょうね、そのなんていうか、この階段で4分得意な人、5分得意な人でこの1分で大きく違うんやろうなってめっちゃ思いましたね、うん、確かに、はい、絶妙だ、何やその顔いや、いいこと言うなと思って、うん、そんな風な表情してなかったで今本当に、うん、いや、誰とでも揉めるね、これね、なんでなんいや、直樹さんみんないや、俺は仲間ですよ、仲間です、仲間です仲間です。いや、さあ、まもなく集計の結果が届きそうです。あれ、なんか足音聞こえましたよ、ね、いや、ちょっと今走ってきた、ね、後ろカーテンが聞きました、いらっしゃいました、はい、お、届きましょう。そのトントンしなくていい、すごい怖い渡し方する、はい、では渡していただきまして、はい、その封筒に入ってるわけ。さあ今あいなくなる初戦の結果がタックさんの手元に届きましたので、集計が終わりました。ちょっと待ってください。はい、上位3名の方を、もう誰が入ってもおかしくないですよね。タックさんから発表していただこうと思います。皆様もご準備はいいでしょうか。ではタックさん、よろしくお願いいたします。じゃあ行きます。はい。初戦を通過した3名の怪談師発表させていただきます。第3位シークエンス早友さんです。630点です。第2位ハニトラウベキさんです。636点第1位アミスタンです。こちらの3名の方おめでとうございます。654点です。第3位がシークエンス早友さん、第2位がハニトラウメキさん、第1位がアミさんということで、点数が今出ていますけれども、アミさんが654点、ハニトラウメキさん636点、シークエンス早友さんは6点差3630点というような結果となりました。やはり、まあ、迷われた、皆さんも迷われたというのがこの得点から見ても伺えるというとこですね、タックさん。いや、ね、意外とこう、まあ、これ皆さんの合計点なのでそうではあると思うんですけど、こう一番点数入れた方もいらっしゃれば、僕はその一番入れてるわけではない方もいらっしゃるんですよ、はいはい、あれこうだから感じ方ってこう人それぞれではあるんですけど、はい、いやでも全員あこれ出ました、ね、今詳細がね出ておりますけど、すごいですねこれもね、はい、なんか斬新な感じに見えますけども、はい、え、ちょっと100点出てるやん、100点が入ってますね、100出ますやん、100点入ってる、100おる、100いるやん、100入ってますね。いや本当に、あの時コメント振っていただいたんですけども、はい、もう何もコメント出ないぐらい、そうでした、ね、あの最後のもう、はい、裏切りというか、すごかったので、で僕はもうできるだけ皆さんの点数を違いつけながらって中で、はい、今回でもメキさんの点数100点つけさせていただきました、ね、まあ、それだけすごく怖さもあったというところが、ね、島さんにとってはあったのかもしれませんが、この点数の中から何か
あれ、国沢さん気になってるとこありますか。いや、ないですか。100点とやっぱり周平さんの99って、はい、子供の採点みたいな感じになってますね。ほんまや。99、100。でもみんな結構似た感じにはなってるんじゃないですか。そうですね、なんとなくそんな感じもしますね。確かに、うん、はい、あ、そうですね、本当だ。会場も、うん、会場の皆さんもそうですね、90ですね、はい。ただ会場は、あの、早友さんに関しては会場の方が点数が高いという。そうですね、うん、確かに。やはりそれだけ梅木の会場票がそうでもないですね。梅木さんのがね、そうなんですね。ハゲてるからですか、梅木。違うでしょ。大丈夫ですよ、後ろもハゲてますよ、あいつ。そう、見るでしょ、次お辞儀した時に。いや、でもね、これ、あの、ももさん、ね、はい、まあ、各それぞれの審査員のはありますけども、ご自身のはいかがですか。そうですね、だからやっぱり何ですかね、いろいろお話もそうですけど、喋、うん、ってる時、自分がなんていうんですかね、すごく聞きやすいかどうかっていうところも自分の中ですごくそれがあったりして、なんか自然と微濁音が使えてる方とかもいらっしゃったりするんですよ。あの、だからそういうところとかもなんか自分は、あ、なんかすごい技術的じゃないですけど、そういうところも聞きやすいなっていうところも加味した上でのあれでしたけど、でもやっぱりあの、グッて心をつかまれた瞬間最大風速みたいな部分っていうのは僕は大事にしてましたね。あ、今日はそれがキーワードになってますよね。それ僕のやつですね。行ってこんな風になったらダメですね。すみません、本当に、それはあの、自覚はあるんで大丈夫です、はい。あ、どうぞ国沢さん。あ、ごめんなさい、ほんまにマイク持っただけあってすみません。そうですか。マイク持っただけあってちょっとカッコつけちゃった、ごめんなさい。なんか今すごいいいこと言いそうな雰囲気が出てましたけれども。いや、ほんまに俺の手癖の悪さですね、今のね。手癖本当に盗もうとしたんですか、手癖って。盗もうとした、どういうこと。すげえ登坂さんにロックオンされてるよね。ちょうど目が、一番対角線上。いや、そうですね、非常に目が合いやすい角度にいらっしゃるっていうありがたい感じになってますけど。ちょうど見るときに持っちゃったんですか、すみません。そうですよ、いや、とんでもないですよ、はい。でもやっぱ直樹マンさん気になりますよね。そうですね、直樹マンさん、はい、そうなんですよ、今聞こうと思っていた。いや、思ったんです、はい、こんなこと言っちゃいいのかわかんないですけど、はい、僕、あの、高得点つけた3名の方が結構選ばれたんですよ、結果的に、うん、なので、あ、みんな結構じゃあ同じ、なんていうんですか、そうか、ね、その、なんていうんですかね、あの、価値観というか、そうですね、やっぱ怖いと思ったものは怖いんだなって、うん、頭一つ抜けたんだなって感じました、これ見て、うん、いや、本当にこれ偽りなくなんですけど、うん、そう、高評価につけてたので、そうですね、じゃあその皆さんと同じようなね、ところが怖いと思ったところが同じだったっていうね、ポイントが、いや、あったのかもしれないですね。でも多分ですけど、点数の僕のだけで言うとですけど、皆さんがどうつけてるのかわからないですけど、はい、多分全部接戦だったんじゃないですかね。わかります、わかります、うん、ですよね。だから僕もなんか、うわーってならないというか、でもそうだろうなっていうのもあるんですけれども、うん、どこが言っててもおかしくないし、そうです、そうです、あれちょっとあるじゃないですか、その尺オーバー的なところ。そうなんですよ、そこのね、だいぶでかいっしょ、そこのところですよね。4分という時間の中でどこまでっていう、僕もこれどうですか。ダメですけど、一番良かったと惜しかったんですよ。あ、尺で、一番良かった時間がですか。やはりそこがやっぱりね、審査のする審査員としては、うん、この高いレベルの争いだと、もうやっぱり尺オーバーで減点になると、ちょっと厳しくなっちゃいますよね。そうです、そこなんですよ。それだけ皆さんが接戦してるだけに、そこがというところなんでしょうね。途中100点満点じゃなくて、もっと100点以上強いと思っちゃうぐらいの時ありましたもんね。え、何言ってるんですか。100点までですよ。100点まで、までです。すごい。何を言ってるんですか、うん、どうも、週間最大風速です。なんか僕が滑ったみたいになるんです。そうですね。なんかだんだんいろんなアレンジになってきて、使い方が。だからもうめちゃくちゃ書き込んでるんですよ。あの、隣で見たら細かくバーって書き込んであって、すごい。だからどういう採点してるのか分かんないけど、多分ここがダメだったとか減点してるのかなと思ったら100点って出てるからびっくりしました。マジで。でもあの、本当タックさんじゃないですけど、もう名前とか肩書きとか本当にもう度外視して、本当に今日の出来で今日皆さんの心を震わせた、はい、自分自身がうわって思った、うん、はい、はい、もうそれのみで本当に採点させていただいたので、ありがとうございます、はい、ね、会場の皆さん、そしてこの配信をご覧の皆さんもね、どうでしょうかね、なんかあの、いろいろ聞いてていろんなことをお感じになったと思いますが、シーケンス早友さん、ハニトラ梅木さん、そして亜美さん、この3名の方が決勝、進みました。それでは改めまして決勝のルールを説明させていただきます。
まずこの初戦3位の方から順番に4分間怪談を披露していただきますということで、シークエンサー早友さん、ハニトラ梅木さん、亜美さんの順番でということになります。3名全員の怪談が終わりました。その時点で3人の中で誰が一番怖い話だったか、それを皆様に投票していただきます。そしてこの投票数最も票を集めた方が優勝ということになります。もし同票の場合、票の数が同じだった場合は、この初戦の点数が高い怪談師の方が優勝ということになります。さあ、それでは早速決勝を開始いたします。一人目の方は初戦3位、シークエンス早友さんです。お願いいたします。覚えててくれてましたか？お願いしますね。僕はですね、芸歴今8年目なんですけど、4年目の時に無限大ホールというところでネタをやらせていただいてたんですよ。その当時はですね、出待ちとか全然 OK で、まあ、ファンも本当少ないですけどちらほらと来てくださっていて、その中で女の子3人組がですね、僕と他先輩芸人さんを応援しによく来てくださってたんですよ。で、1人はすごい快活な女の子、まあ、ゆかちゃんと仮につけときましょう、ゆかちゃんと、その隣でよく相づちを打つ女の子、そしてもう1人、全然喋んないけど、まあ、お笑い好きなのかな、一緒に付き添ってきてるなっていう女の子、この3人が年がら年中無限大にネタを見に来てくれてたんですよね。でだんだんね、仲良くなるんですよ。出待ち毎回してもらうと、今日も面白かったよ、ありがとうって、あんまり仲良くなってきたんで、よかったら飯でも行く、今度飲み行こうよって、行く行くってね、今はね結婚してるんでそんなこと絶対しないですけど、当時はですね、まだ全然独り身だったので、行こうよって、そのゆかちゃんってね、一番快活な女の子と親しくなったので飲み行ったんですよ。でいろいろ話聞いたら、今何歳なの、今大学4年生で、ああそうなんだ、お笑い好きだな、うん、いつもうちらお笑いの話ばっかり大学でしてんだよね、ああいいねって、いつも3人で来てるもんねって、えいや2人ですよいつも、いやいやいつも3人じゃん、ヨガちゃんとその隣でよく相づち打ってる子ともう一人いるじゃんって、えいないです、うちらいつも2人ですよって、早友さんって本当に霊感あるんですね、そう言って携帯を出してガーッとカメラスクロールしていって、この子じゃないですか、私たちと一緒にいるの、確かに3人組で来てるあんまり喋んない女の子、その写真を見せられたんですよ。その子その子一緒に来てるじゃんって、この子同じゼミの子なんですけど、途中でいじめが始まっちゃって、でゼミも来なくなって自殺しちゃったんですよ。でもうちらは仲良かったからすごい悔しくて悲しくて、でもうちらについてきて一緒にお笑い見てくれてるんですね、あそうなんだ、亡くなってる子だったんだ、ごめんね変なこと言っちゃって、いや全然、でも来てくれてるっていうだけで嬉しかったです。その日は何もなく解散して、またライブがありますから無限大でネタやってると、今日行きます、あ待ってるね、で出待ちで来るじゃないですか。でその女の子ゆかちゃんともう一人と、あと死んでる子、でその3人でダーッと来てくれるわけですよ。今日面白かったよ、ありがとうね、いつもまた飲み行こうよ、うん私今日ちょっと用事あるから先帰るねってゆかちゃんが言って、うんじゃあねバイバイって後ろにね、わーっと手振りながら歩いたんですよ。その瞬間に真後ろにいた亡くなっている女の子にドンってぶつかったんですよ。言った、すいません、後ろの子が、死んでる子がすいませんってすぐ言ったんです。生きてる子だったんですよ。無限大に霊感ある芸人いるらしいよ、ちょっとからかってやろうぜ、お前さ学校にいても死んでるみたいなもんなんだからさ、死んでるってことにしてさ一緒についてこいよ、でお前のこと自爆霊ってことにするわ、したらあいつさお前のこと本当に幽霊って思うんじゃね、いじめてるのを毎回見に来てたその2人組がいじめの主犯格だったんですよ。それに僕が加担してしまっていたんです。その事実を、まあ、相手にしなくなってからゆかちゃんの横でいつも相槌打ってる女の子から聞いたんですね。それから一切相手にしなくなって来ることはなくなったんですよ。ただですね、ある日無限大で普通にネタをしていた時に、そのいつも喋んないで
自殺したってことにされていた女の子が一人でポツンとライブを見に来ていたんですよね。ただその瞬間僕はその子を見て思いました。ああ本当に亡くなっちゃったんだなって。どうもありがとうございました。シーケンス隼人さん、ありがとうございました。二人目の怪談師はハニトラ梅木さんです。このお話も、事故物件や、土地にまつわるお話でございます。この話を聞かせてくれたのは K さんという当時小学5年生の女性の方。彼女はですね、お父さんお母さん妹弟の5人で暮らしてたんです。ただその住んでたアパートというのがですね、6畳一間で、共同のトイレ共同のお風呂というような、まあ、非常に貧しい環境で過ごしていた。でこのアパートなんですけど、とある時をきっかけにしてですね、幽霊が出るという噂が流れるんです。その幽霊を最初に目撃したのは1階に住んでるお兄さん。この方夜ね、共同のトイレに用を足しに行った。真っ暗な廊下を抜けてトイレ、パチッと電気をつけると茶色い明かりがポワッとつく。男性の便器にこう足を広げてこう立ってると、さっきまでいなかったはずの人が横に立ってる気がする。目の端でスーッと追うと、それは幽霊だと分かったって言うんです。というのも1週間前に亡くなった塗装屋のおっちゃんだって言うんですよ。1階に住んでたんでよく顔を見てる。確かにあの人だ。えっと思った。その驚きに体がビクッとした瞬間、そのおっちゃんは自分の顔をぐっと覗き込んできた。で目が合った瞬間、おっちゃんは首をブンブンと振りながら、あーと声を出し始めた。これは何かいけないと思ってお兄さん急いで廊下まで出た。廊下を走って自分の部屋に向かう途中、後ろからドス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 というおっちゃんの重い足音が追いかけてくる。それでもなんとか命からがらです。自分の部屋の周りにたどり着いてこうカラッとドアを開けて中に転がり込んだ。蓋をピシャッと閉めた。入った瞬間音が消えたって言うんです。あーっていう声やドスドスという足音、ああよかったなんとか逃げ切ったなと思ったものの、その部屋の外すぐに誰かがいる、幽霊がいると思うといつ入ってくるかわからない。それが怖くなったお兄さんは、窓から逃げることにしたんですよね。逃げようと思って窓に手をかけた瞬間、今まで以上にゾッとしたっていうんです。というのも自分の顔が反射して映ってるその横に塗装屋のお父さんの顔があるんですよ。そのお父さん、お兄さんの耳を塞いだまだ、まだ首をブンブンブンと振ってる。急いで振り払うと、そこからまたあーという声が聞こえる。この経験をしたお兄さん、1週間後にそのアパートの屋上から飛び降りて大怪我を負って入院してしまうんですよね。このあとそのアパートでは塗装屋のおっちゃんを見たというお話が相次ぎます。ある方はその姿を見た後同じように飛び降りて本当に亡くなってしまったり、別の方は事故に遭ってしまう。また別の方はその見たことで精神を病んで入院してしまう。極めつけはその塗装屋さんというのが4人家族で兄弟がいたんですが、そのお兄さんが自分のお父さんを見たと言い始めたんですよね。その数日後、弟を刺し殺して自分も首を吊って亡くなってしまうんです。家族で自分以外亡くなってしまったそのお母さんの方も、首を吊って入院をしてしまうんです。そんな妙なことが続く家だったんですけど、まあお金がないから K さん引っ越せなかった。ところがこの K さん、ある日の朝とんでもない声を聞く。塗装屋のおっちゃんがいる。その声に今まで以上に胸騒ぎを覚えて急いで共同のトイレに走っていった。すると共同のトイレを指さしながらへたり込んでる自分の弟だったんですよ。急いでお前は見てないと言いながら引きずり込んで部屋に帰ったものの、その日の夜弟さんは階段から転げ落ちて大怪我をして、その傷が元で数年後亡くなってしまうんです。この K さんというのは僕の実の母親でございます。僕の家が実際に被害に遭った呪いの家の話です。ハニトラ梅木さん、ありがとうございました。
決勝戦最後は亜美さんです。もうこの大会をですね、まあ、盛り上げたいという気持ちとか優勝狙いたいみたいなそういう気持ちもひっくるめて込みでですね、今日までこの瞬間まで封印していた僕の実体験を披露しようかなと思ってます。東京から少し離れた場所にお住まいの知人男性いましてですね、ご飯に誘っていただいたんで会いに行ったんですよ。終わったのが夜の10時過ぎぐらいでしたかね。近くの駅まで送ってくださるということだったんで車に乗り込んだら、亜美ちゃんさ、この近くにあの心霊で有名な〇〇神社ってあるから行かないって誘ってもらったんで、あ、行きたいですっていう感じで連れて行ってもらったんですね。ただ彼自身はホラーがあまり得意じゃない、苦手だということで駐車場で車で回ってるっていうんで僕一人で行くことにした。うっそうとしたこの森の中にあるような神社なんですけども、まあ、街灯ちゃんとあるんでね、僕でも一人で行けたんですよ。で実際に取り組むって中に入ると圧迫感とかすごいんですね。でもう木々が立ち並んでましてね、そんな中でも明るいんでね、まあ、お賽銭箱の方に向かって歩いてるとなんだか向こうの方から音がするんですよね。なんだろうなと思ってそっちじーっと見たんですよ。すると、まあ、その辺暗いんですけどね、木々が立ち並んでてその奥の方、奥の方のこの一本の木のところで藁人形を持った女性がカーンカーンカーン生現場目撃しちゃったんですよ。と思って初めて見たもんで、そうなんだと思ってちょっと茂みに隠れて見てたんですよね。するとカーンやってるんですけど、でもこれ見ていいものなんだろうかって思う部分はあるんです。なんでかっていうとこれ呪いをかける儀式なんですけども、その最中を誰かに見られたら呪い返ってくるんですよね。うわこれ見ていいのかな、どうしようかな、でもやっぱりやってるの気になるんで見てるんですよね。すると僕動いてないのに近くの茂みがガサガサってなっちゃったんです。と思ったらその女性ピタッと止まったんです。やばい、どうしよう、これ呪いが返ってくるんですけども防ぐ方法あるんですよね。見た人を殺すことなんですよ。これここで見てるのバレたらやばい、どうしようと思った。そこからわーって走ってこられたらこの茂み以外に隠れるとこないんですよ。いやでもどうしようどうしようどうしようと思った。僕が考えたのはスッと立ち上がってもうそのままふんふんって感じで見てませんよってアピールで、このままお賽銭箱の方まで、ああこんな感じなんだって一人言とか言いながらそのまま行ったんですよ。でそれでなんとかなるかなんとかなるかと思いながら賽銭箱まで行った。でそこで拝んでくるっと振り返って、もちろん鳥居まで行く最中も配置の方なんか一切見ないんですよ。一切見ずにそのまま鳥居をくぐって、で駐車場ありまして向こうの方に知人の車が止まってまして、その手前で女の人立ってこっちじーっと見てるんですよ。うわーと、僕が見たかどうかを確認してるんだと思ったんで、これ絶対顔に出しちゃいけない、態度に出しちゃいけないと思ってそのまま知らん顔してそのまま車に乗り込んだんですよね。数日後、まあ、怪談ライブがありまして、僕よくね終わった後は終演後にロビーでお客さんのお見送りとかさせていただいてて、ね、そこでありがたい感想とかいただけたら嬉しいんでと思ってたら、その日もパパパパって駆け寄ってきた女性の方がね、私のこと分かりますって言うんですけど、マスクしてるけど目元で分かるんですよね。と思ったけど絶対態度に出しちゃダメだ。あ、前も来てくださりましたかねって言うと、あ、いえ今日初めてなんですよ、私の話するかと思ってって言うんです。わ、いや前に取材とかさせてもらいましたっけって言うと、あ、じゃあ何でもないですごめんなさいって言ってその女性行っちゃったんですよね。その後ろ姿見ながらうちのスタッフが、亜美くんあの女性大丈夫って言うんです。え、何ですかって言うと、あの女性の後ろさ、ほら5人ぐらい黒い人たちがついてってみんなあの女性の首絞めてるよねって言うんです。あの女性結局取り憑かれてるとか今そういった状態なんだ。そんな状態の彼女に僕が見ていたことが伝わったらその時僕どうなってしまうんでしょうか。なので今日まで封印していたお話です。ありがとうございました。亜美さん、ありがとうございました。さあ決勝戦3人の怪談師の皆さんの話が終わりました。本当にゾクゾクする感じがありまして、決勝はこの3人の中から最も怖いと思った1名の怪談師に皆様投票をお願いいたします。はい、こちら出てまいりました。会場視聴者の皆様はウェブページの投票するボタンから投票をお願いいたします。さあそれでは今から、おっと、まだですよね、もうちょっとですね、はい、まだですよね、もうちょっと、はい、大丈夫ですか、はい、今悩まれてるからあれですよね、大丈夫ですか、
皆様ご準備はよろしいでしょうか。会場視聴者の方はウェブページの投票するボタンから投票をお願いいたします。さあ皆様の準備が整いましたら投票をお願いしようと思います。もう一周しません？もう一周？もう一周。いや、どうしよう。いや、ということはあれですね、大変悩まれているということですが、今時間の方が出ましたので20時50分までです。今から皆様投票お願いします。決勝3人の方の話、最も怖いと思った話、ぜひ投票してください。20時50分までです。この間アミさん待ってらっしゃるんですか、うん、ここで。そうですね、このアミさんを待っていただくという感じになっているんですけど、一度と思うんですよね、座ってらっしゃってて、はい、ただそのままそうなんですよ、ふくらはぎにハンデが。そうですよね。そうですね。あ、そうですか。じゃあどうしますか、アミさん一度、はい、ではアミさん一度ありがとうございました。途中ですがありがとうございました。では裏の方でありがとうございます。あ、いやちょっとね、すみません、こちら側のお話なんですけど、はい、表示が少しだけ分かりづらかったんですよ、もともと。ちょっと今訂正されたバージョンというか、その表示が分かりやすく選べるようになっている版が送られてきているので、これだったら分かりやすい。これでも、いや前のでも分かると思うんですけど、はい、すみません、こちら側の話ですか。ということで、もう一度、はい、もう一度さっき送られた方に。大丈夫ですか。じゃあ会場の皆さんも一度ご確認いただいてよろしいですか。なるほど、大丈夫かな。わかります。はいはい、わかりました。はい、あれ来ました、新しいの。いや、来てないです。大丈夫ですか、はい、皆様。あ、来てないですか。はい、あ、多分だい分からないと思います。さっきので問題なかったです。大丈夫ですか。投票うまくできた方はそのままで大丈夫だということです。うわ、さあ第1回の T1 グランプリ決勝、3人の方の中で最も怖かったと思った方に投票してください。いやー、なかなかですね、本当にすごい大会ですね。だんだん本当にレベルが本当高いですね。いやー、やばい。これはもう本当になんというかね、ここまで来るとどういう、もう皆さんそれぞれに怖かったからね、ももさん本当にどうしようみたいな。こんなに悩んだことは本当久しぶりですね。そうですよね、これは。はい、だからまあ皆さんも会場もそうでしょうし、うん、もう YouTube でご覧の皆さんもそうだと思いますけど、そうですね、はい、どこを大事にするというか自分の中 で、ね、まあ、そういうところのポイントはしっかり決めた上で、はい、投票させていただきました。はい、もうそういう大会に参加させていただいただけでも本当心から感謝です。すごい大会だと思います。はい、さあお時間になりました。ここで投票を締め切りとさせていただきます。ではこれから集計の作業に移ります。皆様投票ありがとうございました。集計をしている間少し時間がかかりますので、皆さんしばらくお待ちください。さあでは審査員の皆様に改めてこの決勝のどうだったかという感想を伺っていきたいと思いますが、直樹さんいかがでしたか。いや、なんか本当素人目線になっちゃうんですけど、はい、決勝になった途端、うん、本当に怖くなるんだって思いました。いや本当に決勝やんって思いまして、なんかレベルがバーンって上がった感じを、いや本当素人目線になっちゃうんですけど、はい、なんかありましたよね。なんかお客さん見てても、みんななんかうわみたいな感じで感情を揺さぶられてる方もいたので。そうですよね、うん、いやさすがすごいなと思いました、うん、本当ですね、皆さん、うん、でも私も素人な感じですけど、本当になんかどれも怖いなっていう、どんどんなんか怖さに、ね、引き込まれていく感じがありましたけど、決勝はさらにそれをそうです、なんか迫ってくる感じがすごかったなって皆さん、はい、そうですよね。はい、のぶさんいかがでしたか。うん、僕が仮に出たとして、うん、はい、こういう感じでいけたらいいなっていう人に入れさせていただきました。なるほど、はい、ああ
こういう感じで自分も行けたらいいなと。そうですね、できて、うん、でお客さんからそういう反応を受けたいな、はい、羨ましいなっていう人に言いました。あ、なるほど、はい、そうか、そういう方に投票された、はい、あ、なんか後ろから足音が聞こえてきました。ということは集計作業が終わったようですね。うわ、あら、すごい、なんか緊張しますねこれ。これ緊張する、緊張しますねこれ。さあ皆様、大変お待たせいたしました。集計が終わりまして、今たくさんのもとに結果が届きました。まず決勝出場の3名の方に舞台へ登壇していただきます。お願いいたします。どうぞお入りください。皆様大きな拍手でお迎えください。シークエンス早友さん、谷虎梅木さん、そして亜美さんです。ありがとうございます。この3名の方で決勝戦を話していただきました。さあそれでは第1回 T1 グランプリ2023優勝者の発表です。タックさんお願いします。では舞台の中央の方でお願いいたします。あ、ここでいいですか。あ、いいですか、すいません、失礼しました。ここでいいです、はい、すみません、これなんで持ったんでしょうね。こうマイクありましたね。ずっと置いてあったのもね。置いてあったので。ずっとありました、はい。いやちょっとまだ考え事してて、あ、はい、意味わかんないですよね。まだ考え事って。はい、もう決まってます。はい。はい、それでは優勝者を発表させていただきます。T1 グランプリ2023優勝者は亜美さんです。おめでとうございます。 おめでとうございます。第1回の T1 グランプリ2023優勝は亜美さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、さあ優勝した亜美さんにはタックさんより初代T1 グランプリ優勝記念トロフィー、そして賞金300万円をお送りいたします。それではまず亜美さん、ステージの中央にお願いいたします。おめでとうございます。じゃあちょっと皆さんも行きましょうか、はい、では、はい、おめでとうございます。まずおめでとうございます。いや、おはようございます今挨拶しないですよ。おめでとうございますです。おめでとうございます。優勝のトロフィーです。初代 T1 グランプリ優勝記念トロフィーです。正直亜美さんの話聞いて僕泣きました。怖すぎて、久しぶりに人の怖い話とか何か話で泣くっていうのは初ぐらいだったので正直びっくりしました。ただ納得の結果だったと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。さあトロフィーに続きまして、賞金300万円贈呈です。こちら賞金の300万円です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、もうめちゃめちゃ嬉しいです。ちょっとだけ尺もらっていいですか。どうぞ。僕すごい昔から階段好きで、一生懸命なんかいろいろ、なんか何やったら喜んでもらえるかなとかってすごい必死にやってきたんです。で10年前に渋谷階段会というイベント立ち上げて、階段のね専門家とかじゃない人とかも喋っていいんだよって文化作りたくて、その当時ねどの番組出てもどのイベント行っても大体同じようなメンバーだったんで、もっといろんな人が階段喋ってもいいんだっていう時代が来てほしくて10年頑張ってきたんですけど、なかなか僕一人じゃ難しいなって思ってたところに、こうやってなんかこのね僕の本当に苦手な メカっていうとあれですけど、 YouTube というか、こういう配信だったりなんだりっていう皆さんがこうやってごめんなさい、ね、メカ違いましたね、すいません。すいません、ちょっとまとまってないんですけど、すごく嬉しくて、実際なんか優勝
嬉しいんですけど、それもそうですけど、この盛り上がりというか、こうやってお客さんもたくさん来られてて、視聴者さんもたくさんいて、そういう方々が、いらっしゃっていっぱい盛り上がって、一人でも多くの方がね、階段楽しいよって思ってもらえたりとか、一人でも多くの方が僕のことも覚えてくださったり、今日出てたメンバーとのことも覚えてくださったりとか、そういうのがあったらいいなと思って一生懸命やらせていただいたので、なんかすみません、なんかうまく言えないな、とりあえずこれ300万使ってなんかイベントやりたい、はい、なんで、今回ね、タックさんがめちゃめちゃ熱烈にオファーしてくださったんですね、うん、でも僕も、もちろん盛り上げたいし本当にありがたいなと思って参加させていただいたんですけど、僕の周りでも志願してて出れなかったメンバーとかいっぱいいて、彼らもすごい素敵な語り部の方々なんですよ。だから彼らも一緒に出るようなイベントが、いや、まあ改めてできたらいいなと思って、でもし叶うことなら、まあ後で本気でお願いするとして、今日審査員だった方々の会談も僕大好きだから、そういう方々にも出ていただけるような、そんなメンバーのイベントがもしこれでできたら、その時もタックさん YouTube 配信入れてもらえます？もちろんでございますって思います。はい、本当嬉しいです。皆さんに聞いていただいて本当はどうもありがとうございました。おめでとうございました。 T1 グランプリ2023第1回の優勝ということで、亜美さんありがとうございます。さあ、では審査員の皆さんにもね、ちょっと聞いていく。まずはノブさん、ね、どうでしたか？そうですね、はい、亜美さん優勝と、はい、はい、僕先ほど言わせていただいたんですけども、はい、うん、僕もまだ現役なんで、はい、これは偉そうに審査する立場ではないんですけど、うん、させていただくということをで、決めてたのが、決勝は、はい、この決勝は自分を投影させて、うん、でどんな感じにしてくれるのかなと思ったんですよ、はい、で亜美くんがやっぱり、まあ、誰に入れたか出てないんであれなんですけど僕はお客さんのハート一番掴めたのが亜美くんだったんですよ、うん、僕から見て。なので、ふさわしいチャンピオンだなと思います。亜美子おめでとう。ありがとうございます。ちょっと長なるんですけど、はい、正直僕が怪談やり始めた時にライブやってたんですよ、はい、怪談ライブやってて、そこに若手で来たのが亜美子だったんですよ。そうなんです。そうだったんです、はい、そうなんです。で、はい、僕一時怪談から離れたんですね、うん、でその間こう怪談界盛り上げたのが亜美子なので、なんか僕はちょっと嬉しいですね。おめでとう。ありがとうございます。のぶさん、ではももさん、いかがでしたか？まあ、すごい相方と亜美さん その熱いエピソードがあったんですけど、僕はあんま正直あんまなくてちょっと申し訳ないんですけど、でも本当に怪談っていうものでそれで競うっていうのもなかなか難しいところあったりするかなっていうところも正直思うんですけども、はい、その中でこれだけ一つのことを真剣に考えて、うん、語ってそれを審査するっていう立場でやらさせてもらいましたけど、すごく心が動きました。人の生き死にっていうことに関わる、話ですけれども、うん、その中で自分がすごく心を動かされたものがありました。で、個人的にはちょっと僕今年確定申告でちょっといろいろ節税失敗して200万ぐらい払わなきゃいけないんで、ちょっと亜美さんにちょっと帰りいろいろそういう話もして、少し入ったらいいかなと思ってます。本当おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では向こう側から、マイクがあるのかな、国沢さん、お願いいたします。はい、もうまずすっごい大会で、ね、こうやって開いてくれたことがすごい楽しかったんですけれども、はい、見ないでください、ちょっと噛みます、はい、ただ僕本当に僕もノブさんと一緒で一緒にライブやらせてもらってたりとかしてる中で、初めてのテレビ出演のその階段でのテレビ出演が俺亜美くんと一緒やったんですよ。で、その後に2人でよくご飯行ったりとかしてて、もうその頃から実力が半端なくて、もう正直嫉妬でしかなかったんですよ。どん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 上手くなっていて、僕も一回ね、一回階段から離れた時があったんですけれども、戻ってきた時にもう見違えるぐらいさらにもう化け物級に上手くなってるから、この人どこまで上手くなんねやろうなっていうのを本当に思ってて、でやっぱりだから優勝すべきして優勝したしだろうし、まあトロフィーが一番似合う方なんだろうなっていうのをすごく思いました。おめでとうございます。ありがとうございます。直樹まさん、いかがですか？ああ、亜美さん、おめでとうございます。いや、すごいなと思いました。過去、タクさん、過去最高額、はい、最高額です。階段で過去最高額で、はい、しかも亜美さん、とてつもないおそらくプレッシャーだったと思うんですよ。本当に、で、これでバシッと決勝でやり遂げるって、いや、本当のプロじゃなきゃできないと思うんですよ、うん、ね、僕なんか多分カミカミでね、タジタジで何もできないと思うんですけど、これ成し遂げるって、いや、さすがだと思いました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。
では島田さんお願いします。おめでとうございます。本当にこう最後3組素晴らしい決勝だったんですけども、梅木さんが時間の方がオーバーしてしまったっていうねところがあって、多分すごく悔しいと思うんです。で、まあ、そうなるとじゃあ早友くんと亜美さんでっていうことでみんな悩んだと思うんですけども、どちらもここにかけたとんでもない話持ってきて、でも最初早友くんの話聞いた時にはもうこれ早友くん持ってったなって誰もが思ったと思うんですよね。あの裏切り、まさかそんなことだったのかってとんでもない話だったんですけども、最後はまた亜美さんもここで初めてという話を持ってきた時に、さっきのぶさんもおっしゃってましたけど、会場から今日一番の悲鳴というか、まあ、声が上がったんですよね。やはり一番今日そういう意味でここの、心を動かしたお話がやっぱりあの話だったんじゃないのかなというところになりましたね。でやっぱり本当にこうすごいメンバーの皆さんで、はい、ね、ちょっと本当にもう一人ずつもうね全部こうねもう皆さんの話振り返っていきたいぐらいなんですけども、ちょっとすみませんお時間もあれです。本当に、はい、まあでもこういうね、もう今回大本命ある意味、ただその分プレッシャーも多かったと思うんですけども、うん、こういうねまた背中があるということでまたみんなでこうここを追っかけていけるっていうね、まあそういう、ところで第1回目やっぱりチャンピオンふさわしいんじゃないかと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。島田さんありがとうございました。さあでは最後に卓球さんからお願いいたします。はい、あ、はい、そうですね、まずは改めておめでとうございます。はい、で、いやいや、持つだけですよ、持つだけです、持ってかないですよ、持つだけでお願いします。はい、そうですね、まあ、僕っていうのがこういった舞台で階段とかすることがなかったりとかするんですけど、今日その先輩方のものすごくかっこいい姿を見れて、まあ、すごく感動しました。まずそして亜美さん、本当にチャンピオンだなと、うん、改めて、今思いました。ありがとうございます。はい、本当に、まあ、島田さんの言った通りで、早友さん取ったから正直思ったんですけど、それを超える破壊力というか悲鳴も上がって、僕もちょっと声が入ってしまうぐらいだったと思います。はい、本当に素晴らしかったです。本当におめでとうございます。そして改めてですね、惜しくもというところでお二人も本当にありがとうございました。じゃあ正直お二人ももう本当最高でした。はい、そうだろ。ちょっとだけ態度が悪いですね。あんたがさ、後発でこんなレジェンド級の化けも入れなきゃさ、もうちょっと勝てたかもしんないんだよ。やめなさい。こんな強い人呼んじゃダメなんだから。分かってんだから強いって。でもやっぱさすがでしたね、本当に。またまた叶わないなと思いました。本当にめっちゃ怖かったです。ありがとうございました。本当にありがとうございます。早友さん、梅木さんも本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。はじめまして、梅木と申します。はじめましてですよね。今ですか。はい、ちょっとご挨拶して。はい、あ、はじめまして。はい、ありがとうございます。いや、まあ本当にさあというわけで、ね、ちょっと待ってよ。メインのところ美味しいよ僕。なんですか美味しい。美味しいよ僕。美味しい。美味しいよ僕。なんですか美味しい。もっとゆっくり噛み締めれますから。まだ。いや本当に、これだけの多くの方に、見ていただけただけでも本当にすごいね、嬉しいことなんで、今後もねこんな大会を続けていけるように頑張ります。よろしくお願いします。主催者。主催者開いてないですよね。違いますよ。なんとかして主役になりたかったんです、うん、あーなるほど、はい。おい、マイクに入る声で言って意外にコメント普通だからなお前って一番怖かったよ今日で。ほんでマイク持ってなかったら反論もできへんし。あ、とはいえですね、はい、本日の大会ですね、やっぱ階段で誰が怖いかっていう、うん、階段でその怖さのレベルがあるっていうのもね、なんか新しい発見というか、怖いは一つじゃないんだなってことも知れました。それも、今回出場してくださった方々のおかげだと思っております。ちょっと出場者の方々もステージの方にお分かりください。どうぞ皆様、どうぞどうぞ。いや、改めて見るとすごいですよね、うん、
このメンバーの方々が集まったということが本当にありがたいことですし、なんかありますか、幹事さん。いや、この大会大きな間違いを犯したんですよ。この中で一番金ないの俺だからな、これ俺にくれ働けよおい働いとるわ、もうありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいや、でも本当にすごい怖かったですね。もうみんな、もう来年ももしやるんだったらぜひ呼んでください。ありがとうございました。お実感の方はまだ大丈夫ですか？どうですか？まだね、時間はまだ大丈夫ですね。まだ大丈夫、はい、大丈夫ですね。じゃあちょっと、だいぶまだ、せっかくなんで一人ずつのお話をお伺いしたいですよね、はいはい、キレさん、はい、雰囲気ありますね。ありがとうございます皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。で、今回すごく負けて悔しかったんで、はい、まあ、頑張って鍛錬してまた優勝目指します。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。神原さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？やっぱりすごい、噛まずに喋れたし、落ち着いて話せることができたんで、ワンチャンあるかななんてちょっと夢見てたんですけど、甘かったですね。いや、甘かったとはいえ、もう多分ですよ、もうほとんど皆さん点数同じだったんじゃないかなと、うん、もう何ですか、そんな差はなかったんじゃないかなって僕は正直思ってます。はい、でもすごい悔しかったんで、はい、また、ちょっとリベンジしたいなと思います。はい、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。上松さん、お疲れ様です。ありがとうございました。もう本当に皆さんの階段を上から聞かせていただいていたんですけども、もう震えが止まらなくて、これやばいなと思ったら僕足が痺れただけだったんですごめんなさい、その説はですね、はい、はいはい、申し訳ございません。いやいや、とんでもないです。たくさん座らせてしまうことになりました。でも本当に皆さんの階段本当に面白くて楽しくて怖くて、はい、もう階段の魅力に触れた一日でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ただあ、山本陽介さん、あ、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。入ってます？あ、入ってます、ね、入ってます、はい。いやー、もうコメント欄見ました？コメント欄、不謹慎だって私のコメントの流れがなってまして、ただ削除覚悟ということでありましたから、精一杯やらせていただきました、うんうん、もう次回あったらですね、もっとえぐいやつやらせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あ、三好です。あ、すみません、ちょっと見えなくてですもんね。あ、三好さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。他の方のですね、素敵な会談も楽しんで聞くことができたので、出られて本当に良かったなって思います。で、あとですね、幸いにも僕3回殺されかかってるので、あと2回そのネタをこすり倒せるんですね。その2回でちょっと挑戦しようかなと思ってます。次回があればぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。中井横さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、はい、まあ、他の怪談師の方とかも存じ上げてる方ばっかりで強いだろうなと思ってたんですけど、はい、正直に言うとアミ君かなと思ってたんですね、始まる前に。で、やっぱりアミ君やったっていうので、はい、優勝がなんかその往年の千代の富士見てるみたいで痛快でしたね。はい、いや、なんか強すぎるみたいな。ボディもね、富士タイプやからウルフタイプやから、はい、あとは正直に言いますと、この、残り3人みんな芸人やから言えますけど、決勝に残らなくてよかったなと思いますね。300万のうち58万ぐらい手届いてるわけじゃないですか。そっからすり抜けていった2人なんで、あ、彼ね、はい、俺、はい、お前と隼人君ね、お前と隼人君の差あ、ごめん、梅木くんね、うん、そこが一番気持ち的には辛いやろなと思いながら。いや、そうですよ、本当に、はい、後ろでいつマイクくんだろうなと思ってずっと悲しい顔して待ってましたからいや、でも本当おめでとうございます。すごかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、僕アーティストということで結構場違いだなと思いながら来たんですけども、いえいえいえ、本当に皆さん楽屋でも温かく、すさまじかったですよ。いや、本当に、はい、でも一つだけタックさんに文句言いたいのが、はい、僕あさってツアーファイナルで豊洲ピート単独公演なんです。何やってんの？今日来ていい？もう時間ないんですあさってですか？あさってです。あ、そうですか。はい、すぐに帰りたいと思いますそうですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
はい、と以上ですかね。はい、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そしてちょっと、このタイミングにはなるんですけども、やはりですね、こういった大会来年もできたらなというふうに思ってます。そして僕のもともとこの大会の始まりがですね、僕の書籍、消去覚悟の怖い話、深夜の放送部、逆です、すみません、深夜の放送部、消去覚悟の怖い話この書籍から始まったイベントでして、こちらを今年もですね、中間ということで、二馬車さんの方より、あれあれあれ、なんていうんですか、本出すこと、本出すこと、出版させていただくことが決定しました。ありがとうございます。いやもう考えすぎて、もうここで考える時間をこのもうないんですよ、脳の栄養が全部使い切ってるんですよ。はい、またそれがですね、またそのこの印税で開きますって言ったんですけどなのでこの出してまたこううまくいけば来年もですね第2回 T1 グランプリという形で開催できると思いますんで、次はもっとスケールを大きくして、毎年こうアップデートさせていけたらなと思います。ぜひですね、今回出場していた方々もまた来年もあるように僕も頑張りますんで、ぜひ YouTube の方でもよろしくお願いします。はい、そして、本日、お越しくださった会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、本当に今日はありがとうございました。そして阿部さん、おめでとうございました。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。じゃあ最後にチャンピオンお願いします。嬉しい、閉まる閉まる、やばい、閉まる、最後開いた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 で、もうなんかそう、何言ってるか分かんない、分かんない、階段の未来が開いたぞ。あ、一番滑ったわ。なんで閉めて早くいや、じゃあ最後に、最後にチャンピオンから一言いただきたいと思います。はい、嬉しいです。T1 グランプリ最高の大会です。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ気をつけて帰ってください。